はい、皆さんこんばんは。本日ですね、これより味覚を、味覚音痴は誰だ、こちらを始めたいと思います。はい、私ですね、本日立ち会い人を仰せつかり、つか、ん笑ってんじゃねえ、立ち会い人します、Rです。よろしくお願いします。はい、そしてですね、本日は、この味覚王ということで、味覚に自信のある我こそはという方々に来ていただいております。まあ、このプロゲーマー、いわゆる格闘ゲーム界でですね、まあみんな結構味にうるさい、何がうまいだとか、何がまずいだとかいうやつが結構います。その、味覚自慢たちをこれから一人ずつご紹介していきますので、ぜひですね、この中で本日誰が一番味覚が足らねえか、舌がないかというところを見ていきたいと思います。まずはですね、早速この人からご紹介したいと思います。ミルダムビーストよりラーメン大好きフードよろしくお願いします。いつもあの妻の、手料理、美味しい手料理を食べています。フードです。はい、よろしくお願いします。自信はどうですかフードさん。自信はないっていうより、はい、これ勝っても意味ないじゃないですか。勝っても意味ないです。負けるとやばいんですよ。勝って当然です。自信はないですけど不安は尋常じゃなくあります。一応ですね、いろいろこうね、影響を与えちゃうじゃないですか、もし負けたら。やばいですよ、だって関係各所にてか、まず一番近いね、はい、その手料理作ってくれてる方がいるんで、それ意味なくなっちゃうじゃないですか。そうですね、うん、なんでね、お世話になってるラーメン屋さんとかもね、あ、そう、期間棒ありますからね、期間棒とかもね、意味なくなっちゃうんで、はい、ちょっとそういうのも込みでちょっと、うん、負けれないなっていうか、てか、ま、勝ちたいんじゃなくて負けたくないっていう感じで、ね、はい、ちょっといつものね、格ゲーの大会とは違った緊張感がある感じですよね。そうですね、なんで、まあ、けどいけそうな感じはするんで、あ、いけそうするんで、ちょろいっす、大丈夫だと思う。さすがにこのメンツはちょろいっす、はい、はい、よろしくお願いします。というか、はい、続きましては、オジリーグ、そして、格闘ゲーマー人狼でおなじみの、もはや名プロデューサー、黒人格闘ゲーマーの黒人です。よろしくお願いします。さあ、黒人さんも来ましたね。はい、来ました。はい、黒人さんは結構なんかグルメというか、いいもの食べてそうなイメージありますけど。そうですね。あとはやっぱり、はい、僕体重がみんなより多分2倍ぐらいあるんですよ。はい、そうですね。100キロぐらいあるんですけど、はい、要するに皆さんより2倍食べてる。要するに経験が2倍あると思うんですよ。経験が2倍ある。はい。僕が負けるわけないんですね。なんですか、ね、いつもこの手の自己紹介あんま上手じゃないですよね。結構頑張った方がいい。結構頑張った方がいい。結構黒人さんは、はい、あれなんかいいもの食べてそう感があるんで。そうですよ、食べてますから、はい、いけそうですよね。いけます、いけます。ただ今日なんかなんですかね、食べるものが、はい、まあ、ジャンクなものから、はい、結構高級なものまであるみたいなんですけど、はい、大丈夫ですか幅は。いや、僕はもう、ね、昔からの汚いもの食ってましたし、ジローもね、はい、ガンガン食いますし、はい、で最近はちょっとね、結構金を持つようになりまして美味しいものもちょっと最近はいただかせていただきますので、はい、なので舌に関してはかなり自信がございますので、はい、よろしくお願いします。皆さん今日蹴散らしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、黒人さんです。はい、そして続きまして、本日の発起人、まあ、格闘ゲーム界にこの人あり、まあ、ミルダムでもまあ王と言われることもあります。ナンバーワン早食いもすごかった、ミルダムビースト梅原。梅ちゃん、はい、あ、プロゲーマーの奈良です。正解欲しいんだよ。梅原さん、梅原さん、今回この味覚をやっぱみんな想像もしないとこから隕石降ってきたなっていう感じだと思うんですけど、はい、なぜこの企画を。あ、企画の趣旨というか、趣旨から一応ですね、伺えれば。じゃあ簡単に話しますと、はい、まあ、この左サイドの3人で焼肉行ったんですね、はい、で、特上タンショっていうメニューがあって特上タンショ、はい、まあ、それ一つのテーブルで1個しか頼めないんですけど、はい、それと上タンショ頼んだんですよ、はい、で、店員さんが間違えて、まあ、上タン塩を先に出したんですけど、うん、これが特上タン塩です、うん、あ、違う、逆か、逆ですね、上タン塩から焼いてくれと、はいはいはい、違いを知りたいと、はい、上と特上でそんな違うのかと。確かにで、そもそもだって一つの席で一個って言われてるんで、はい、よっぽどうまいんだろう、うん、確かに。じゃあまず上焼いてくれって、うん、食ったら、うん、まあ、すごい美味しかった、はい、めちゃくちゃうまくて、はい、これで上
はい、特徴どうなっちゃうの、はいはいはい、で多分みんな思って、はい、食べて、はい、これ僕の中の心の声ですよ、はい、あれさっきのがうまかった だなって思ったんですよ正直、はいはいはい、正直ね、まあ、これ信用してもらえてないんですけど、はいはい、本当に思ったんですよ、はいはい、ただ、うん、そこでさっきのがうめえじゃんって言うと、はい、彼らもやっぱほら、はい、その普段ね、はい、まあ、草食ってるようなやつらですからね。ね、廃棄の弁当しか食ってないし、ね、めちゃめちゃ言ってだからやっぱ悲しませたくないんで、まあ、確かにプラシーボ効果で、はい、こっちの方が美味しいよってことを言いたかったんですよ、はいはいはい、それで、あ、これは超えてきたかもしれないみたいな感じで、いやいや、そんな言い方じゃない、超えてきたーまだ外野黙ってるわ、外野黙ってるわ、まだ黙ってるわ、まあ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 、はい、で、それで、はい、そしたら、はい、まあ、外国人の焼いてくれてきちゃったんですけど、はい、で、いや、こっちこれでジョーなんすかみたいなの言ったら、はいって言ってたんですけど、もうちょっと詳しい人が来たら、はい、逆だったんですよね。あ、やっぱり、ね、先が特徴だったんですね。先が特徴だったんですよ。あ、なるほど。で、それをやっぱすごいこういじられて、あ、でも思ってたんですよね、先に来たやつの方がうまいなって思いました。ですよね絶対に思ってない、はいはい、いや、マジで思ったんですよ、心の中で思ってたってことですか。いや、だからまあ、はい、強いて言うなら、強いて言うなら、あ、なんかこっちの方が上品みたいな感じかなみたいな、はいはいはい、その品格が、ね、なんかこっちの方がちょっと味ちょっとなんか、うん、ジューシーじゃないけどこっちの方が、はいはい、逆にそれが高いのかなみたいな、はい、あるじゃない、そういうこと、あ、まあありますね、そうだから、うん、と思ったけど、まあでも、あ、よかったよかったっていう、あ、なるほどね、これはだから間違ってなかった、合ってた、うん、逆にね、逆にね、うん、じゃあ今日はまあそのゴミみたいなね、あのやつらもいますけど、うん、まあフード黒人というところも呼んで、まあそれはそうです、はい、このメンツはどうですか、いけそうですか、だからそうっすね、だちょっと悪い、良くない企画ですね、これ目だ、誰も勝っても別に何にもないんですけど、本当に日常の些細な、ここうまいんだよみたいな、はい、本当に些細な会日常会話がもうできなくなるんですよ、それが本当に嫌なんで、はい、そうですね、今めちゃくちゃだから集中してます、そうですよね、はい、下にね神経を、はいはい、そうなんですよ、目原さんからおっしゃっていただいた通りですね、本日、まあ、敗北するというか一番バカ舌の称号を受けたら、うん、一生ねジャンクフード食ってろっていう話になっちゃいますね、まあ、そうですよね、うん、はい、なんで、まあ、皆さんかなりのリスクを負っていると、まあ、梅原さんは結構ね美食家で有名ですからそこでのリスクもちょっとあるかと思います、いやちょっとだから俺本当に、はい、すごいいじられてるんで、はい、マジで払拭したいなっていうか、だからもし仮にここに対して俺がポイントで勝った時は、はい、もう絶好します、普通に普通に絶好ですね、はい、普通絶好、絶好します、ありがとうございます、はい、っていう、まあ単純に、些細な支援から始まった企画であるというところですね、こちら三角、そうそう、優しさが穴になった、はい、もう本当に典型的な例ですね、わかりました、ありがとうございます、じゃあ梅原さん頑張ってください、頑張ります、ありがとうございます、さあそして、そのお隣ですね、はい、さあこの格闘ゲーマー界、まあ、格ゲー界で、まあ、筋肉、肉体、強さというところではこの人でしょう、そして大のお肉好きでもあります吉本ゲーミング、ジョビン、どうもジョビンです、お願いします、はい、ジョビンさん、はい、自信のほどはどうですか、さっきね、いろいろ梅原さんに言いたいことあったっぽいですけど、はい、まあ梅原さんね、そのまず後輩にその間違ってる情報で喜ぶわけもないし、それもよくわかんないです、まずその美味しくない方美味しいって言って、一応確認なんですけど、うん、その時の梅原さんの言ってたこの上端賞と特上の違い、はい、どれぐらい自信満々に言ってたんですか。いやでまず全然違うかったというか、で僕と川野はその逆のこと言われてるけど正直に、はい、あれ最初の方が美味しかったことないってその正直に言ってたんですよ、はいはいはい、ただ梅原さんは超えてきたーって一人で叫んでてもうね、僕あんな梅さんもう二度と見たくないんで超えてきたーって言ったんですね、はい、テンション上がって言ってたんです、あれが演技とは僕ちょっと思えなかったし、目の見開き方がすごかったすごかったんです、なるほどね、で店出た後も、はい、あんなトラップあるみたいなことを僕らに言ってた、ぶちこぼしてた、あんなの騙されちゃうよみたいな言ってたよな、そうですね、それで言ってたんですよね、はいはいはい、店側への不満というか、であれは絶対嘘じゃなかったと思うんですけど、まあ、だからちょっと梅さんには今日勝ちたいなと、なるほどね、はい、最低限、うんうん、白黒つけると、そうですね、白黒ちょっとつけたいなと思っております、ただ今日の5人、はい、結構強敵もいるんじゃないですか、そうっすね、まあフードさんがちょっと味覚ばなんか強そうやなって感じしますけど、
まあ、ラーメンしか食ってないですけど、ね、ラーメンしか食ってないと、はい、そこだけちょっと怖いなと思うんですけど、はい、他は勝てるんじゃないかなと思ってます。なるほど、はい、頑張ってください、ありがとうございます、はい、さあそして、そのお隣ですね、まあ格ゲー界のニューフェイス、そして今年はアイドル活動も始めるということで、この人にも来ていただきました、川野。はい、どうも、川野です、よろしくお願いします。はい、川野さん、はい、まあ梅原さんのお話、そしてジョビンさんのお話と来て、はい、まあ、その場にいた川野さんのお話も伺いたいと思うんですが、どうでしたか。そうですね、まあ、気まずいっすよね、第一に。大丈夫、店員がそれを伝えてきた時の、はいはい確かにジョビンさんのカバーの仕方が確かに梅さん、まあでもこういうこともありますよみたいな感じで頑張ってカバーするんですけど、はいはい、いたたまれへんくって拾いきれずと拾いきれず、うん、やっぱどうしても梅原さんの苦い顔してたんですが、はい、まあでも、はい、僕今回やっぱこういう場が設けられて、うん、嬉しいです。嬉しいですか。なんでかっていうと、うん、はいはい、梅原さんがもう、うん、無駄な飯にもう金を使うことがなくなると。確かにね、もう味が分かってらっしゃんないんで、うん、分かってらっしゃらない僕は今回、梅さん、ようやくもう多分前職おにぎりとかで済むようなっていう嬉しさがありますよね白米オンリーでいけと、はい、ただですね、この川野さん、はい、その年齢的にはやっぱり経験値という意味ではちょっとハンデがあるかなと。あー、うん、そうですね、まあ、ね、おっさんばっかなんで、まあ、おっさんだからって味が、舌が肥えてるわけでもやっぱお例に漏れずやっぱ、まあ、例に漏れずもおるしはい、はい、大丈夫なんちゃうかなとは。だって、はい、梅原さん、はい、それだけじゃないんですよ。あ、言っちゃう、それも。え、あ、いや、数多くの、数多くの、まあなんか、うん、数多くないですよまあ、新潟の鳥みたいなエピソードもあるし、それは記憶のもん、記憶力の問題。記憶力、久保田の話もしとく。そうですね、なんかいろいろやっぱと、いろいろありまして、その度になんか僕たちを驚かせてくれる、はい、うん、ああ、なるほどね、はい、じゃあまあ川野さん自身は結構その若くしていろんな美味しいもの食べてきたところもありますか。まあそうですね、言っちゃえばまあさすがに経験値では負けてないのかなと。可愛がられ上手みたいなところあるからねいろんな人にご飯ごちそうになってこう舌を肥やしてた。確かに確かに、返事難しいなこれはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあというですね、以上の、5名の選手によって、この味覚王と言いながら王を決める勝負ではございません、皆さんですね、まあ、これから5問の問題を、出させていただきまして、こちらに挑戦していただきます、その中でですね、できて当然、分かって当然です。分かんなかったやつはどん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 この味音痴の称号に近づいていくという、優勝者を決めるものではありません、一番舌がバカなやつを炙り出すゲームです、そちらの方ですね、ご視聴の皆様もお間違いないように見ていただければと思います、なおですね、各問題には、テーマが設定されており、答える内容も少し異なってまいります。各問題ごとにポイントが設定されておりまして、5問が終了した時点で、合計獲得ポイントが一番高かった人が、まあ、優勝、まあ、大したことないですけどね、優勝は、味覚王なんですけど、その前に一番ですね、ポイントが低かったやつ、この人人権剥奪ですね今日はい、なので、皆様ですね気合を入れて頑張っていただければと思います、ではルール説明の方はこの辺にしまして、緊張感がすでに、皆様の方に、ね、あります。あ、なんだい、はい、ちょっと見てたんですけど、はい、コメントにちょっともうバレちゃったんですけど、はい、あの僕のところだけアクリル板がちょっと高いんですけど、はい、何か僕なんか悪意を感じるんですけど、なんですかこれ。全科持ちなんです。全科持ち。ちょっとね、まあ、僕は全科持ちっていうことだから、これ悪意がちょっと高い、ね。あの、AT フィールド強めで行かせていただきます。あ、終わりました、はい。すみません。ちょっと、じゃあお気遣いありがとうございました。そうですね。続けてください。まあ、国人さん の, あのご指摘もあったようにですね、はい、こちらのスタジオの方、かなり万全を期して、はい、もう体温チェックからですね、手洗い、消毒、うがい、等全部やってまいりますので、はい、はい、見ていただいている皆様もご安心の上、そして前科持ちには、高めのアクリル板というお気遣いありがとうございます。で、ご安心ください、それではですね、早速第1問を始めていきたいと思います。第1問目のテーマはこちら、牛丼です。牛丼獲得ポイントは1ポイント、うん、そうだな、はい、ということでですね、皆さん好きな牛丼チェーン店ってありますか。パッと俺好きや、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 おう、と
いいですか、松屋とかいいですか。あ、僕は吉野家か中尾です。吉野家か中尾、はい、まあでも美味しい牛丼チェーン店ね、あの日本にはたくさんありまして、まあ、海外のプレイヤーとか来たら、まあ、牛丼うめえっつって結構ね、あの牛丼チェーン店に行かれる方も多いんですが、うん、これからですね皆様には、牛丼のお肉のみを目隠しをして食べていただきます、うん、その後にですね3種類の牛丼からどれが最初に食べた牛丼かを当てていただきます、うん、ちなみに3種類の牛丼はそれぞれ吉野家、すき家、松屋となっております、うん、なおこの問題の正解者には1ポイント、獲得という形で、ポイントをお渡しいたします、はい、それではですね皆様右手にフォークをお持ちいただき、はい、アイマスクをつけてください。あ、牛丼か、はい、固定調べにはでもちょうどいいっすね。いやこれむずくないきなり取った俺このね視覚を奪うっていうのが重要ですよね。これでいいですか？これ大丈夫ですか？そうですね、見えてなければいいです。はい、見えてないです、はい、そこは自己判断で。スキヤはいけると思うんだよな、うん、俺キムチ牛丼だよな、いつもな。はい、フォークを持つ。フォークですよね。はい、そうですね、フォーク、右手にあるフォーク、はい、こえー持っていただいて、はいはい、まあ、これ待ってればいいんですよね。待ってればいいです、はい、見ていただいてる皆さんもですね、あのらせていたの、どういう風に進行していくかっていうのを見ていただきたい第1問目となっております。最初に食うのはその答えを食うってことですよね、はい、そう、答えを食います。答えを食う、はい、それを忘れるなってことか。ちなみにこれよりですね左手にはお肉の入った小皿をお渡ししますので、はい、左手ですよ、はい、そちら合図をしたら左手、その左手のお皿からフォークを使って食べていただく。なるほど、なるほど、そういうことか。左手にもらうんですね。そうです。あ、じゃあ、はい、もう左手出した方がいいですか。これ、はい、俺合ってます、この形、この形合ってます。皆さんちょっと画面の方いいですか。あ、そうですね、こんな感じで。右手は関係ないですね、だから左手だけ待ってください、ね、左手にお皿が置かれます、はいはい、のでフォークで食えと、はい、フォークで食えというところです。では、スタッフさんお願いします。うわー、怖いな。匂いでもわかるんじゃない俺も多分ね、多分これね、わかんないですよ、匂いでわかる。この今日僕こうスタジオ来て、はい、スタッフさんの、はい、軽い用意が尋常じゃないんですよ。めちゃめちゃ軽い。でこの企画考えたやつ誰だと思って、はい、あ、けど結構量入ってるからな。翔平さんがね、擦り切れちゃうよって思いました。ただ、それでも匂い嗅いでいいんですか。さんならやってくれるというところで、まだ、まだ嗅、はいだやつ、罰則だぞ。嗅ぐんじゃないよ、まだ。すいません、嗅ぎました。ごめんなさい、はい、マイナス2、違うんです、違うんですよ、だって言うなって呼ばれる前に書いちゃったん。そうなんです。今この、配膳のお時間は、私の方ですね、見ていただくという時間になってますんで、はいはい、R 映すなっていうコメント、てめえバンだからな。嘘です。はい、では、皆さんよろしいですか。はい、あ、まだです、まだです、まだです。はい、カメラ戻してください。はい、フォークはまだつけないでくださいね。あ、つけちゃダメ、はい、まだやめてください、はい、めっちゃ触ってました俺。罰金、罰則、マイナス1でいいんちゃいます。まだ、まだやめてね。はい、なんか焦ってる、はい、焦ってる、今日焦ってる。はい、ということで、バカ舌だろ、もうそれはもう今こいつ焦ってるな。はい、今日は地獄のような放送なので皆様ですね、見ていただいている方々もですね、そちらの方をご理解、ご協力の方をですね、お願いいたします。今置かれてるんだ。はい、というか、あ、今から置くんや。正直ね、え、なんかの3つをね、はいはいはい、あ、はいはい、スタジオ内ね、結構殺気立ってるんですよ、正直。なんで僕の方もちょっとね、あの殺気立っちゃってて申し訳ないんですが。怖いな、これ、はい、これ時間制限とかあるんですか。みんなこれ、あの負けたくないっていう気持ちがかなり強いイベントになってますね。某オジリーグのような、そんな空気感があります。はい、OK です。では、映してください、皆さんの方。はい、じゃあちょっとこの状況を説明させていただきますね。はい、今、左手に小皿をもらって、そこに肉が入ってます。黒人さん、ちょっとあの傾けることできますか、手をちょっとカメラ側に。あ、そう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 、さすが。危ないですか、汁が。そう、大丈夫。こんな感じで、お肉がお皿には乗ってるんで、このお肉を右手のフォークで食べていただきます。うん、そして、引きの絵ください。引きの絵 A、B、C のお皿が、皆様の前にはあります、ね、はいはい、で今食べたお肉がこの A、B、C どれなのかというのを当てていただくという形で、トライしていただきます。はい、ではですね、準備できたようなので早速試食の方をしていただきましょう。はい、では皆様どうぞ小皿の入ったお肉を食べてください。はい、目隠しながらですよね。はい、そうです。はい、いただきます。実食、いただきます。匂いがいいですよね。いいです。匂いは大事、確かに。ちなみに口にお肉を入れたらもうアイマスクは取っていただいても大丈夫です。あ、もういいか。はい、あ、多分分かった俺。
あ、これはわかるわ。そう、食べたら OK ですよ。もぐもぐしてますね。本命、本命はもう、あの口にお肉入ったらもうアイマスク取ってもいいからね、はい、大丈夫ですよ。はいはい。え、ちょっと待って。はい、確かにね。え、もう全部食ったから大丈夫ですか。いや、あの意外にみんなリアクションが薄いっていうね。取っていいんですよね。まあ、取りようはないですけど。取っていい、はい、あ、取っていいよ、買うの、うん、大丈夫です。あ、これ全部一緒に見えるな。そう、え、あ、これ見た目違い出ない。さあ、疑心暗鬼になりますよね。見た目は結構一緒だ。え、これも食っていいですか、うん、こっちは正解。それではですね、正解の方も早食いの血が早食いに考えて、ゴーサイン出てないのに飯目の前にすると食いたくなった。一緒に A の牛丼から、ご試食ください。はい、 A からですよ、皆さん。一番左下、はい、あ、青い、青いやつ。あ、書いてないんだ。A から、 A から、はい、食っていいんですよね。食っていいですよ。で、同じ時間、同じタイミングで食べてもらって、はい、はい、え、で、もういいですか、 B 行っていいですか。はい、今 A 食べてもらって、じゃあ次 B 行きましょう。小口さん B、 小口さん B、 、うん、めっちゃ怒られる。だから太るんだおめえは。はい、 B ね、 B、 同じタイミングで同じ時間だけ試食ね。はいはい。あ、 B 食べていいの。 B 食べていい、食べていいですよ。じゃあもう、もういいかな、もう C 行こうか。あの、ご飯の時間じゃないからね。普通に食べてるけど、うん、はい、はい、C、 じゃあ C 行ってください。これめちゃめちゃむずいわ。 C、 うん、あ、なるほど、うん、うん、ちょ、牛丼弁償がないときついな、これ。 OK、 味わっちゃう、やっぱ味わってっしょ、あの人。ほんとにこれはちょっと自信あるな、俺。おっと、じゃあ、はい、C のお皿も置いてください。これも自信ある、かなり自信ある、うん、はい、ということでですね、皆様には、左手に小皿にね、お肉を乗せて、はい、そのお肉を食べていただきました、はい、目隠し状態で。その食べたお肉はこの A、B、C のどれだったかというのを当てていただきたいというところなんですが、うん、どうですかね、自信のほどは。ふ、あ、じゃあ、カノさんから。カノさん、どうですか、いけそうですか。正直、うん、ビビってたんですけど、ほう、このレベルかと。あー、ちょれーなと。ちょろいっすね。ちょろいっすね。てか周りが困惑してるのがちょっと意外で、あ、そうなんだっていう。あ、そうなんだって。思った以上にこれ地獄の回かもしれないですね。あー、なるほどね。はい、河野さんは自信満々、ありがとうございます。じゃあジョビンさん、どうですか。僕もこれは、うん、まあ自信ありますね、多分。はい、いけますか。大丈夫じゃないかな。なんかこの2人はだいぶ落ち着いてましたよね。うん、うん、これならいけるな。自信あります。はい、はい、じゃあそのお隣、梅原さん、いかがですか。わかります。なんすかその言い方。当然ですよね。まあ、まだ小手調べの第1問目ですから、さすがに翔平さんも鬼じゃない。はい、ではその横、小新さん。これちゃんと置いた人間違えて全部一緒じゃないですよね。え、何ですか。全部一緒の牛丼ではないですよね。大丈夫です。あるじゃないですか、その店員さんが間違えたって、極上と上を間違えた。ああ、確かに確かに。大丈夫ですよね。あの、アクリル板もう少し上げます。大丈夫です、発症したいです、はい、牛丼の味はしたんで、ちゃんと、はい、はいはい、なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあフードさん、いかがですか。50% な気がしたみたい。結構むずいよ。むずい、いや、とか、あ、なるほど、牛丼、うん、なるほどね。いや、うん、1個はこれ違うなっていうのは間違いないなと思うんですけど、もう1個が結構似てないって思っちゃう。はい、はい、で、まあ、まあ、けど、まあ、こっちかなっていう一応思ってるのはあります。うん、それではですね、皆様お手元のフリップ、ホワイトボードがあるんですが、はい、それ分かりますかね。はい、はい、横にあるこちらに、A、B、C どれが、初めに食べたお肉だったかというのを、カンニングなしですよ、隣見ないでくださいね。人には見えないような形で書いてください。見えないように、ね、いや、俺もこれしかないな。うん、真剣勝負ですよ。まあ、このね、配信で、視聴者がもう監視してくれる。伏せとけばいいですかね、そしたら。確かに、そうですね、伏せていただいて、書き直しができないような形で。いやー、これじゃねえか。いけると思うんやけど。で、ホワイトボードは一斉に上げていただきますので。はい、上げたくねえ。なんだこれ、すごい。上げたくないと。なるほど、なるほど。じゃあですね、皆様、一斉にホワイトボードの方を上げてください。どうぞ。じゃん。おっ
っと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 。違うんだ。C A C ジョミンは B B C B は絶対ないでしょ。A B は A は絶対 B は絶対ない。B は絶対ない。A が絶対ない。決まってきたよ。やべえ。B だってこれ自信あるよ。 B は絶対ない。絶対いや B B B は絶対ないと思う。この2人ローラーして終わるだろもうこれ。いや B でしょ。 B は絶対ない。いや絶対 B やし。やばいやついるよ。俺また間違えたかも俺の。ちょっとね、今日実は B B、まあ、C が大多数派なんで、はい、一応少数派の意見を聞いてみたいというところがありまして、はいはい、A を挙げてる黒人さんからちょっとお話を、はい、これで B だけは絶対ないと思いました。 B は、はい、味が、うん、薄いというか、はい、ちょっとね、最初に一発目もらったやつが匂いがちょっと強めだったんですよ、はい、多分あれは多分おそらくスキヤだったと思います、うん、なるほど。で B がスキヤじゃなかったんですけど、うん、A と C がマジで一緒で、ほう、本当に一緒のやつじゃないかと思っちゃってる。多分 A はあと僕水使わなかったんですよ、はい、試食行って水行って A 行けば多分分かったんですけど、うん、はい、そのまま行っちゃったんで、はい、重なっちゃった可能性があるんですね。言い訳っすか。違う違う、重なった可能性が自分のミスでしょ。はい、そうですよね。B と C は水使ったんです。あ、水使ったんですね。使った時に C が、はい、そこまでその匂いをスキヤのスキヤっぽさを感じなかったので、なるほど、じゃあ A だろうと。なるほど。ただこの5人の中で1人だけ A なんですけど、この状況どう見ますか。甘かった。 A 甘かった。いや全然 A 甘かった。大丈夫ですか。自信ある。もし間違ってたらちょっとアクリルは高めにしてみます。わかりました。はい、そして B を高々に掲げてるジョミンさん、はい、いやこれもうかなり自信ありますけど、ね、かなり自信ある。はい、てか逆に大丈夫ですか皆さん。いやまだ分からん。いやジョミンさん、これ分からん。結局これで何してた今まで。ジョミンさんが1人当たったら、はいはい、もう今日のレベルは知れたなってことなんですよ、ね、いやマジや、え、牛丼食べたことありますよね。いやびっくりしたのが、はい、ジョミンって舌もバカなのっていう。そこだけじゃなくて、いやこれは絶対、いやこれ違うかったら、首から上全部バカっていうことだし、全部バカじゃん。いや首から下はすごい。首から下は本当にすごい。これ全部自信ある。じゃあまあまあこれ結果見よう。これ俺絶対自信ある。首から上全部バカは。ちょっとやめて。バカの部分、バカの部分、首から上、何この悪意、やめて。首から下すごい。いやまあ首から下、首から下すごい。正解 B ですからね。うん、これ大丈夫なんだ。大丈夫。あ、首、ここがすごいです。ジョミンさん。首から本当すごい。自慢できる。ここはね。いやいやすごくないですけど。まあ、でもバカ力。いやまあそれ、いや絶対 B よ。多分バカ力ってやつ。バカ力ね。まあ大多数の意見はとりあえず置いといて、それではですね、はい、正解の方を、読み上げたいと思います。はい。いきますよ、はい、皆様が最初に食べた牛丼は C でーす。え、もうやめませんこの企画。いやてかマジかわいそう、かわいそう。A 吉野家でしょ。え、かわいそう。多分吉野家。ルートさん、上原さん、カールさんは1ポイントゲットです。じゃあ僕はあれなんですよ、だから、はい、水使えば多分正解でいってました。人参ジュメさんは不正解です。ちょっと待って、みんなでもうね、うん、だってスキヤだったでしょ、スキヤだったでしょ、うん、食べさせたやつ。外したやつはちょっと発言権ないっすよ、ね、うん、これ確実に当てる。フードさん、フードさん、はい、B と俺の B、まあ、50% って言いながらしっかり当ててきたのさすがっすね。 A だけは絶対ないと思いました。 A だけは絶対ない。甘かったから。甘かった、うん、だから、うん、俺は正直言っていいですか。あ、どうぞ。 C 食わなくても分かりました。あ、A が B が違う。A、B が違かったから、ね、C 食わなくてもいいけど、うん、C 食ったら、はい、はいはいはい、さっき、はいはいはい、さっきね、会いましたねっていうことで。ちょっと一番初めに自己紹介で、そのなんか上端子とね、その上のね、優しさだったのよ。いや、本当ってことっすよね、これね。久保田もひどかった。久保田はもう泥酔してる時に、はいはいはい、トイレ行ってる間にこれがうまい方の久保田だよって言って飲まされて、はいはい、それは分かんない。いや、でもその時ジョミンさんトイレ行ったんですけど、はい、なんかトイレにまでやっぱこれだよな、めっちゃうめえって全然違うって言って梅さんが全然違うから持ってこいって言って居酒屋の店員が持ってきて、その久保田のよりいいやつを千住と饅頭ね、はい、全然違う。いやまあ冷静してたからしょうがない。まあまあ冷静してたらしょうがない。万全ならこんなもん。いやまだ1回戦じゃないですか。まあ1回戦、まあ、1ポイントですからね。1ポイントしかない。納得もできないですけどこれ。いや1ポイントっつうかもうマイナス10ポイントの方がいいと思うけどこいつが。こんな問題を加点式なのがおかしいよこれ。やってるこれ俺の。っていうかジョビンさんなんかもうもはやそれすり替えられてるレベルで。いやてかでもそうっすよ多分。本当っすか。多分アンチなんかな。言ってる人もそれしか考えられない。ジョビンさんア
ランチ受け入れていきましょう。まずは目の前の結果を受け入れていきましょう。振り返られたらどうしたらいいのこれ。すごい無理や。そうですね。では、明暗分かれましたが、続いての問題に、進みたいと思いますが、こちらですね、続いての問題の準備ができ次第、切り替えさせていただきますので、まあ、それまではねちょっとお話の方を伺っていきたいんですが、まあ、コメントの皆さんも含めてこういう形で今日ちょっとあと4問やっていくんですが、どうですかね川野さん。そうですね、なんか結構梅原さん、ジョビンさん3人でご飯行ってたんですけど、はい、もう多分梅原さんいいとこ連れてってくんない可能性がやっぱ、うん、高いですね、うん、この人のせいで。ああそうですね、こいつには食わせる意味がないと。いやマジアンチなんやって、ね、それ以外ないって。てか絶対あってましたよ梅さん。分かるよね、目見たら俺嘘ついてないの。嘘ついてないの分かるよ。バカなんだよ。同じでしたよ全く。俺もこんなちょろい問題、まあ一問目やしなみたいな思ってたんですよ。大丈夫大丈夫大丈夫。っていうかね、思ったけど B はない。いや、そうね。外れてるくせに何を言ってるんだ。 A とか誰も開けてないのに。 B は絶対ない。 B だけだから。 A はちょっとだから混ざったんだよね。混ざっちゃったんだよ。ちょっと待って、まあ、A か C だったな。だけど思ったよりむずいっすわ。あと不安がやばかったっす。そうだね、不安がね。俺はすんげー匂い嗅いだよ。でもやっぱり、はい、匂い、やっぱり匂いですか。俺匂いゼロっすわ。めちゃくちゃ嗅いだ。あ、それやってないわ俺。まずかったな。まあ、だんだん皆さん攻略できていくと思うんで、まあ、匂いを嗅いでもいいし、匂いやるか、まあね、味わってもいいしというところですが、うん、2問目の準備できたようなので、ちょっとこのままでまずいな。続いてのテーマに参りたいと思います。2問目のテーマはこちら、焼肉。あれこれもいけんじゃねえか。梅さんが苦手分野得意すぎてあのなんかあだになったっていう。大丈夫ですか、そこの店の牛タン出てきませんか。大丈夫ですか。いや、わかんないですね、翔平さん次第なんですが、はいはいはい、焼肉、まあ、皆様ですね、焼肉って結構食べに行くイメージが、うん、このカタゲームはね、まあ、あるんですが、フードさん、まあ、ラーメンいっぱい食べてる印象ですけど、はい、焼肉はどうですか。めちゃくちゃ食いますし、俺なんなら結構いいあの豚屋さんをから家で食ってます。あ、豚屋さんから肉をもうおろしてもらって、はい、であの家で食ってるぐらい焼肉には、はい、あの通じてます。すごいな。あのフードさん、小耳に挟んだんですけど、はい、あの奥様から、牛肉、豚肉、これどっちみたいなクイズを受けてるっていう、で結構外してるっていう噂聞いたんですけど、いやそれはまあだから外してないですよ。しかも外してないし、はい、まあ、ちょっと、まあ、なんか楽しく行ってるだけで、あ、エンタメしてるっていう感じですかね。はい、全然問題ないです。あ、じゃあ今日はガチでっていうより俺1点持ってるんで。正解してる。まず確かに、確かに、ね、いじるとこ間違えてるから。まあ確かに確かに。そうですね。フーさんはもう全然今ノーミスですからね。そうです。はい。黒人さん。はいはい。まあ焼肉すごい食べてそうなイメージですけど。あ、もう食べてます。はい。だからなんならちょっと最近僕、はい、小金持って牛丼食べてなかっただけなんですよ。あ、庶民のね、ジャンクフードみたいな。最近行ってないんですよ。すいません、申し訳ない。焼肉は結構行ってますから。焼肉行ってますから、ね、焼肉行ってますから、ね、安心してください。なるほど。これはもう絶対間違いない。間違いないです。ありがとうございます。大丈夫です、安心してください。梅原さん、はい、まあ、ここ、まあ、2問目なんですけど、うん、一応結構重要な梅原さんにとってはポイントかなっていう感じしますけど、いや、この問題によりますね。問題による、はい、得意不得意やっぱあるんで。お、これ謙虚ですね。これだって同じ味を探すだけでしょ。そうです。でもほら、そうじゃなかったら厳しい、難しい。まあ確かに、うん、違う形の問題かもしれないというところは十分あります。警戒してる。いや、これかなり警戒してる。梅原さん、絶対ここは勝つっていう気合が伺えますね。めちゃめちゃ警戒してるな。そしてジョミンさん、はい、焼肉、まあなんかかなりやっぱり食べてそうなイメージありますけど。そうですね、焼肉ね、あの梅さんとかにもそうですし、はい、結構行く機会あるんですけど、はい、まあ実際に上タンと極上タンは僕見極められましたからね。しかも店員さんがちょっと逆のこと言ってても、はいはい、あれこれおかしいよなって、はいはい、そこは見極めれてるんで、はいはいはい、ここは自信あります。ここは自信あると。まあちょっとね、さっきあの、はい、ボンミスしちゃったんで、はい、取り返したいですよね。まだ全然いけますもんね。でも取り返まだ全然全然余裕っすよ、はい、ちょっとここから、はい、さっきのでもマジ納得できてないんですけど、まあ、まあ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 、というかここから、はい、お目返上していきます。頑張ってください、はい、ありがとうございます。そして川野さん、まあ、このメンバーでかなり一番余裕を感じさせてるんですけど今のところ、はい、焼肉はどうですか。肉は一番得意ですね。あ、なんならなんならなんならいいですね。俺は正直どういう種類の問題が来てもいけるんじゃないのかなとちょっと自負してますね。自信満々、十分ですね、はい、それではこのままノーミスでお願いします。
さあそれではですね、こちら第2問目、焼肉の問題の説明をさせていただきます。今から皆様には3種類のお肉を目隠しなしで食べていただきます。おお、そこの中からカルビがどれかを当てていただきます。この問題の正解者には1ポイント、与えることができますというところで、カルビがどれかを当てるという目隠しなし、これだけ聞くとそんなに難しいものではないんじゃないかと、ね、明日になればカルビ分かるんですけど、だから一番美味しいから一番食べてるものじゃない、カルビってやる必要ある、うん、結構ね、あの分かりやすい特徴的なね、味しますから、カルビって言ったら3本目ってええんちゃうかな、これは、うん、さあ梅原さんは何も喋らず笑顔 と, いうところで、やっぱ焼肉やっぱちょっと苦手なんちゃいます、うん、さっきとテンションの下がりが怖がってるよな、何か大丈夫でしょう、大丈夫ですか。やっぱこの珍しく梅原フードが怪訝な顔をして2点取ったら変わると思いますやっぱり、え、これ全部1点ずつですか。え、そんなのあるんですか。最後にやるんですよ、5点とか。一応1問目と2問目は1点で、あ、簡単なんですね。別の、はい、獲得ポイントもありますんで。そうなんだ、大丈夫です。まあ余裕っすじゃない、はい、まあ全部当てるし、背負ってるものがでかい人ほどやっぱりここは負けられないという緊張感が伝わってきます ね、それでは、こちら第2問目、焼肉の料理の準備の方をお願いいたします。ではその間は私 R が、こちらですね、つなぐという時間になりますが、これ負けてそうだよな、ね、こっちか、はい、皆さんどうでしたかね。この今回カルビということで、僕はそう感じでは、黒人さん全部食ってんじゃないですか。これは一応、味が本当に分かるかったんじゃないですか。難しいと思って、これ吉村さん、はい、8000人今日、私ちなみにですね、立ち会い人ということでちょっと清掃で、はい、ちょっと回した、やり方分かってきます。はい、マイクのバランスが悪い、ちょっとそれはですね、運営さんに頑張っていただくという感じですね。まあ、声のでかさがみんな違うんで、はい、なかなか難しいところもあると思うんですが、私は今日は立ち会い人のポジションなんで、傍らに立つものは完璧であれと嘘食いで学んだ次第なので清掃で参りました。はい、うわちっちゃい、そしてですね、これきつい、おっと、いろんな声が、これきさ、いろんな声が聞こえておりますが、準備が完全にできるまでは、ちょっとですね、こちらの画面自信はあるんだよな、で、お待ちいただくと、ちょっと火入れすぎじゃないこれ、これ、ちなみに僕はですね、俺これ多分予想はできるんですよ、興味がないって普段から明言してるんですけど、ちゃんと満面に味は分かるんですよね、さすがに、いや、二択だな、これ入るようなレベルではないんで、僕こちらで立ち会いにやらせてもらってるっていう感じですね。これさ、部位によって違うかね、部位って。そう、だからそうなの。はい、では準備の方できたので、カメラ切り替えていただけますでしょうか。はい、来ました。さあ皆さん、皆さんの前には小皿が ABC と、札が載せられて小皿が置いてあります。こちらちょっとジョビンさん手前に見えるようにですね、小皿傾けていただけますか。あー、これですね。マジ見た目はほぼ一緒っすね。おお、米のお菓子どれかがカルビ。これはなかなかいい問題を考えてきていただきましたね。かなりこれ一切れ一切れ小さそうなんですが、この状況になって川野さんからちょっと感想というか自信を伺いたいですね。川野さんどうですか。焼肉は実はあんまり自信がなくて、魚介類が一番自信あります。あー、魚介がね、はい、あれ出身はどちらでしたっけ。出身は熊本の方です。あ、熊本、やっぱ熊本言うたらマグロとか。まあそうですよね、聞いたことねえわ熊本マグロ、牛でしょ、むしろ牛だろ、お前宮崎牛本当に住んでたのまあかなり予想以上にちっちゃかったという感じですかね。これきついぞ、一口サイズで来ました。いけそうですか、カノさん、ズバリ。まあ、50%。なるほど、一点弱気の川野さんですが、続いてジョビンさん、はい、どうですかこの状況。いや、僕マジ下自信あるんでいけると思うんですけど、ちょっと首から上ダメだろこいつ。疑いが今あるじゃないですか、僕が全く分からないみたいな。早くやりたい、はい、もう、あ、早くやりたい、早く食べたい、分かるから俺すぐ。あ、なるほどね、わ、はい、かりました。じゃあ続いて梅原さん、はい、どうですか。いや、これは結構きついですね、正直きつい。こん中からカルビーですよね。カルビス。カルビか。まあでも、うん、
信じます自らの舌を。カルビはちなみに普段食べるんですか？一応食いますね。食いますか、はい、じゃあカルビの味はまあ体を覚えていると。そうです。歯切れ悪いな。はい、ありがとうございます。そして黒人さん、はい、黒人さんは余裕なんじゃないですか？余裕です。え、でこれカルビと何でしたっけ？それは書いてないんでなしですね。どれかがカルビ、カルビ当てろと、はい、ただね僕美味しい焼肉のカルビだったらまあ当てれるんですけどね、ちょっとまずいとこだとちょっと言ってないんですけど。そういうのいらねえんだけどな。黙ってカルビ当てろよ。ただちょっとこれ僕ね本気出しますわ。はいはい、はい、お願いしますよ。鼻かんでいいですか？あ、はい、じゃあちょっとマイクピンマイク切っていただいて。本気出します、はい、マジで、はい、本気で。そのフィッコのターバンみたいな感じですか？はい、そうですね、ピッコロターバン。ピッコロターバン外しますわ。ドサみたいな。外します、外します、はい、鼻かむのがそれ。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、これ黒人さん映してない時に噛んでもらうべきでしたね。確かに。じゃあ続いて、フードさん。そうっすね、なんか見て分かるなっていう、うん、まあ C ではないっすね。え、みんなにそれ、あ、これもうブラ始まってますか？あの、見てわかる、見てわかる、見てわかる。いや、だから全然違うじゃないですか。 C じゃない。おっと、フードはやっぱり仕掛けてきますね。これ場をね、動かしてくるんですよ、この人。確かに、いろんな景色見たがるからな、うん、確かに見れば変わるな、これもう人狼でもこれやってますからね、この人は。みんな見てる。はい、ということでフードはもうすでに C ではないことは分かっていると、この状況でこれで C とか言う可能性ありますからね。さあ、果たしてどうなりますでしょうか。黒人すみません、はい、いいですよ、大丈夫ですよ。はい、それではですね、こちら早速実食の方をしていただくんですが、はいはい、まあ、目隠しなしで今回、食べていただきます。そして食べ方はですね、フードさんから順番に、A、B、C と食べていくという感じですね。で、最後に全員食べ終わったら、どれがカルビかを書くと。あ、みんなで A 食べるんですかね。あ、分かりました。一緒じゃないです、一人ずつ抜いていきます、今回。あ、そうなんですね、分かりました。はい、え、けどなんかヒント出さない方がいいですよね。いや、それは駆け引きじゃないですか。だって、もう、なんだろう、誘導してもいいし、まあ、何も言わないでもいい。了解です。はい、じゃあ、フードさん、A から、はい、A、B、C の順番でお願いします。あ、この大きさ、一口サイズだ。声出せ。カルビ。本当？いや、B も食べてください。ABC 食べて。ABC 全部食べさせる。全部食べて、全部食べて。全員 A からじゃないんだ。全員 A からじゃないです。全部食べます、今回は。これはカルビじゃない。C も食べていいですよ。そう、水はね、ちゃんとね、遠いと。C も食べていいですよ。フードは何を思う？外したらアホっす。ちょっと強みしたらよろしく。フードさん、フードさん、ちなみに、全員のリアクションを見てから書くでもいいですよ。あ、今書いてもいいですけど、まあまあ、一応書いておきますよ。あ、わかりました。はい、じゃあ黒人さん、 A、B、C お願いします。 A からいただきます。はい、実食です。さあ、どれがカルビか。フードはさっきこの A でこれがカルビだって言いましたけどね。うまいだろう、うん、ああ、確かに。食べなくていいです。食べなくていい、食べなくていい、もういいです。食べなくていいです。わかりました。マジかよ、はい、マジか。え、一応食べますね、一応ね、一応ね、一応ね。食べなくていいですけどね、もう食べなくていいですよね。まあ、わかる人に A がカルビです。 A がカルビ、あ、なるほどね。さあ、天丼してきました。確かに俺も声が出なかった。これね、ブラフに集中しすぎると味わかんなくなる可能性あるんで怖いですよね。うん、うん、なるほど、なるほど、わかりました、大丈夫、はい、C もちゃんとね、さっきとは違ってもう水を一回一回含んでね、はい、この静けさが危ないですが、さあ、黒人はもう天に召されるみたいな顔してますからね。すごい美味しそうだね。ほ
ほんの一切れだったんですけどね。二択です。本当っぽい。二択でした。ブラグもクソもない感じですね。これ本当に違うの V マジで。違います。国人さん違います。わかりました。はい、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。みんなが食べてから書いてもいいですし、まあ手元のホワイトボード自信があればもう書いてもいいですからね、はい、では梅原さん A からお願いします。はい、本当にね、ちっちゃいですから。そうでしょ。飲まないな。あげえよ。うん。何も言わないか。うんしか言わない。すごい緊張感。はい、じゃあ B に。そうだよな、CPT でもこんな真剣な顔しないよな。そんなに？いやこれね、結構そんなに B 食ったらビビりますよ。マジですか？マジかと思います。 A 食って、あこれがカルビだって思ったところからの B が、いやいやいやとからの C。でシーク、シークって一番ビビります。シークって、え、はい、ソルビじゃんみたいな。あ、おっと、梅原さん、箸を置きました。いつだって俺の不安を消してくれるのは、舌ですね、俺の。40年間一緒に歩んできた、はい、この舌を信じると。ありがとうございます。さあ、梅原さん、もうホワイトボードに手をかけてますね。大丈夫です。さあ、それではジョビンさん、お願いします、A から。ジョビンさんも相当自信があって早く食べたいっておっしゃってましたからね。それはもうカルビです、3つの ABC のお肉の中に、1つですねカルビがあります。これは簡単やな。 それ以外は違う部位なんでね。ちょっともう立て続けに行きます。はい、どうぞ。ご自身のペースでお願いします。あ、これはいけると思う、俺マジで。あとB を食べた時点で自信満々の人。これ簡単やな。はい、すごい同じこと言っとったな。これ1問目でよかったんじゃない。これすごい一番分かりやすい。ベーシックな違いが分かりやすい。全部食べてないのにこの自信はちょっと嘘くさいですよね。いやいや、まあ、肉は食ってるでしょうね。肉はね、まあ、肉は食ってるでしょ。食わされるから。うん、うん、さあ、食わされる。これもマジで俺外れたら買えるわマジで。これマジで自信ある。おー、いいですよ。これ不利じゃない。これもうマジで自信ある。あ、マジで自信ある。じゃあ、もし自信があればこれもう絶対、はい、ホワイトボードに書いてください。外れてたらもう怖いこれ、うん、はい、いや絶対自信ある。では川野さんお願いします。もうジョビンさんがなんかこう恐怖をかき消すように自信があるって言ってるのが印象的ですね。さすがに、これ違うのかな。さあ川野。まず A ですからね。あ、これちょっと連続でいっちゃっていいですか。あ、いいですよ、いいですよ、うん、いいですよ、いいですよ。ちっちゃいんでね、すごく。おっと、川野が止まったぞ。やはり、フード黒人が言う通り B を食ってビビると。 A からの B、うん、親っていうね。まあ、大体直感力だよな、大体直感力だから。おっと、水を含まずに C 行きましたね。ちょっと一応った確認なんですけど、はい、カルビを当てるんですよね。カルビです。はい、わかりました。はい、これ、はい、牛肉っすね。そうだよ。多分三つ全部牛肉で、そこから多分 V 当てるんちゃうかな。カルさん大丈夫ですか。あれですか。正気保ててますか。そうっすね。ちょっと逆さになって、はい、って黄色くなりました。そうガードの形ですよね。ちょっと梅原さん、マイナスポイントあのひどいね。ちょっと若いワンゲージ自分で使ってるし、あ、そうっす、そうっすね、そうっすね。今のはちょっとさあ緊張感が高まる中で、皆さんは、もう答え書いていただけましたか。書きました。手元のホワイトボード、いけると思うな。はい、
それでは一斉にえー、でもこれだと思うんだよな、マジで。いや、これは絶対そうですよ。まあ、自信はあるんですけどね。自信あるよね。自信はあるんですけどね。自信はある。一番それがそうだったもん。うん、いきます。カルビはどこだ。それではホワイトボードを上げてください。どうぞ。シー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 。おお、全員シー。すげえ。あ、これはまあ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 、さすがにか、さすがにか、さすがにか。初めて緊張感が和らぎました。さあ、さすがにか。はい、だから正解でいいですかね。ということで、それでは答えの方ですね、読み上げさせていただきます。カルビのお皿はビーネス。これは絶対おかしい。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 だって C が一番脂身出てたもんね。明らかに絶対おかしい。明らかに絶対おかしい。これ今台本間違えたかと思ったもん。えっと思ってた。C ですよ。じゃ絶対 C だ。一番脂がジュワって出たもん。脂が出てた。C は何なんですか。それ聞きたいんですけど。C はロースです。じゃあロースはさ、その脂身の部分出してない？それずるいよ。確かに確かに確かに。それはカルビだからね、その部分は。脂身が全然違うもん。全然違ってるよ。明らかに脂が一番。これだけ物言いがついてるってことは、ちょっとシェフの方に。そうそうそう。切りますロースなんでしょ。もしかしたら脂身の牧場と腸の間違いがあるかもしれないから、ワンチャンここでも。これはこれ逆に言うとね、脂しか手がかりがなくて。そう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 。あ、これが一番脂あるなって思って。これをはめようとしたら全員にやっちゃったんじゃないですか、これ。あーかな。で、B が一番ロースっぽくなかった。そうそう、 B が一番、ね、ロースっぽかった。そうそう、はい、はい、今ですね、シェフにちょっと伺ってきたところ、はい、C は肩ロースの脂身か。肩ロース、そんなずるいことするの。そして B が正真正銘のカルビ。あ、じゃあこちらに。あ、そういうことか。はい、こちらですね、私の手元に使った勝る、カルビ、三重県産の和牛バラカルビ焼肉用、本日のサービス品。ただこれですね、見えますかね、これ。はい、これです。これが松坂牛。松坂牛のカルビ分からんやつおる。B だけ松坂牛。じゃあさ、あのさ、B だよ。肩ロースの脂とさ、カルビ分からんわけねえじゃん。小銀さん、じゃあ分かるわけないかどうかコメントに聞いてみますか。分かりますよ、コメントの皆さん。まあ、でも僕はこれ逃げ切り体制整ってきたんで。あ、まあ印象、全然いいっす。全然いいっす。俺とジョビンがまずいもんね。そうそうそう、1点足りないから。どうでしょうか。あ、コメントは結構分かるだろうと。松田鍵分かるっしょって書いてあるんですけど、これ民意はどうやら分かるみたいですよ。あのさ、その、はい、なんていうの、多数決方式やめましょう。絶対勝てないじゃん。マジでここに知って食えと思う。マジでお前らっていうか、俺アールさんに食わしたいっすもん。そうそうそう、俺も食えよ。俺は分かんないっすよ。拙者は立ち会い人でござる。いやでもこれは難しかったな。これは難しかったけど、難しかったですね。まさかの全員 C で全員間違いという奇跡が起こりましたね。確かにこの部位何って意識しながら食ってない、うん、うん、食ってない、うん、出されたものを食ってると、ね、3週ぐらい俺は意識して食ってる。3週が一番外れたけどね。ということで、A はハラミ、そして B がカルビ、C は肩ロースの脂身ということで、シェフからの引っ掛け問題でしたね。ずるすぎるわ。恐ろしいですね。逆にそういうのは来るぞっていうのを、そうだね、これから難易度は、うん、考えないといけない。さあ、では、皆さん続いての問題の方に、はい、行ってもいいですかね。はい、はい、それでは、多分片付けもあると思うんですが、続いての第3問目のテーマはこちら、カップラーメン。獲得ポイント2ポイント。2ポイントですね。だ、え、意味なくなる。まあ、いや別にこのまま全員不正解でいけば。ああ、なるほど。あ、そうだね、全員不正解。どんだけ後ろ向きなんだよ。そっち全員正解じゃなくて。後ろ向き。みんな同じ、あれでもいいですよ。全員 A とかでもいいですよ。かぶせるか、うん、はい、ということでですね、第3問目の、テーマはカップラーメンです。うん、さあ、こちら、まあ、先日のね、早食い王決定戦でも、カップラーメン使われましたが、皆さん、はい、カップラーメン普段食べますか。
食べません、はい、食べません、まあ、食べません、食べます、食べます。じゃあまあ河野さんからカップラーメンと自分ということで。そうですね、やっぱ僕、はい、特に蒙古タンメンが好きで。蒙古タンメン、ほう。で、蒙古タンメンっていろんなトッピング出てるんですけど、はいはいはい、やっぱノーマルが一番美味しいんですよ。おお、なるほど。で、そこら辺はやっぱ分かってない人多いから、はい、あ、これ分かってんの俺だけなんやなってのがありますね、はい。カップラーメンの話なんですけど、はい、確かに確かに蒙古タンメンの話に今なっちゃってる感じなんですけど、普段カップラーメンは食べますか？カップラーメンはね、はい、あとセブンプレミアムの肉うどんもすごい美味しいです。肉、ああなるほど。あ、じゃあ結構カップ麺も食べてる。そうですね、これは結構得意分野なんではないのかなと、うん、ああなるほど、ね。さっきのあの C 全員あのザコシした件に関してはどうですか？いや、あれっすね、はい、C 実はみんな気づいてないと思うんですけど、はい、黒胡椒かけてあったんですよ。あの全部の肉塩胡椒です。これまでマイナスポイントじゃない？今のは今のはひどいですよ。そんな似顔で今のはバカにされてる。今のはひどい。ちょっとすいませんでした。あ、はい、じゃあ このターンギブということで。まず味付け変えられてるの、はい、絶対おかしいし C だけ。ジョニーさん、じゃあ、はい、カップラーメン普段食べますか？あんまり食べなかったんですけど。アスリートですもんね、はい、最近深夜に配信すること多いんで、はい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 、その時に食べるんで、もう最近毎日店閉まるのも早いですし。確かに確かに、はい、どんなカップ麺好きですか？カップヌードルが多いですかね。カップヌードル、カップヌードルプロ、最近なんかタンパク質あって糖質が抑え気味みたいな。ああ、ちょっと意識高い、はい、そうですね。カップラーメン、ただ、はい、いろいろなカップラーメン食べてる感じですかね。ね、カップヌードルが多い。いろいろ食べてるんですけど、まあ、結局今はカップヌードルプロにちょっとハマってますけど、まあ、いろいろ食べてます。なるほど、はい。じゃあ自信のほど、まあ、どんな問題ちょっとまだ出るかね、お教えしてないんですが、はい、どんな問題来ても割といけそうですか？いけると思うんですけどね、まあ、ちょっとやってみないと、はい。ちなみに2問を終わって、はい、超自信満々で2回ザコシしてるんですけど、ジュビさん、はい、何かありますか？それに関しては、まあ、2問目はもうしょうがないですよね。しょうがないで、あれはもう全員が正解ですよ、僕から言わしたら。ありがとうございます。ちょっと何言ってるかよくわかんないですけど、味付けも僕塩コショウってはっきりと分かりました。あ、そうですよね、味付けはもうはっきりと黒コショウが使われてないのは分かりました。あ、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ頑張ってください、カップ麺。はい、頑張ります。 そして梅原さん、はい、ちょっと弱気な発言も見られたんですが、カップラーメンどうですか？はいはい、ですね、この味を記憶するタイプ、はい、はいけるんじゃないですか？あ、なるほど。さっきの牛丼食べてみた感じ、はいはいはい、いけそうではあります、ね、言うて1問目の牛丼は見事に正解してますからね。はい、そうですね。だからまあ似たような形式なんで、うんうんうん、いけんじゃないかなっていう。なるほど、はい、分かりました。じゃあ梅原さん自信ありというところでお願いします。さあ続いて黒人さん、はい、カップラーメンです。もうね、カップラーメンは今は食べてない、はい、昔はめちゃめちゃ食べてたんです。はいはいはい、カップヌードルと金ちゃんヌードルと、はい、あとはスガキアラーメン、それが来たらもう絶対に分かります。なるほど。逆にそれ以降です。絶対来ないでしょ。絶対来ないでしょ。スガキヤマだって絶対来ないですね。東京ですから僕は。あ、そうか、はい、来ないですね。ちょっとじゃあ僕ハンデがあるかなって感じです。そうですね、逆にそれ以外だと分からないっていうことでも今のね感じだとあるんで。でもあれですね、一回記憶タイプですね。あ、そうですね、こちらは、まあ、まだルールご説明してないですが、まあ、そんな感じです。ですよね、まあ、はい、だとしたら、まあ、1回目は本当水使わなかったんで、ちゃんと今回は水使って、はい、まあ、確かに鼻かんでやりますんで。絶対正解します。万全ですよね。はい、大丈夫です。頑張ってください。さあそしてフードさん、まあラーメンといえばフードみたいなところあるんですけど、はい、カップラーメンに関してはどうなんですか？逆にっすよ、俺ラーメンが好きだから、はい、カップラーメン絶対食わないようにしてるっていうぐらいなんですよね。なるほど。だからカップラーメンはマジで食べてないですね。食うんだったら俺は店に行こうっていう、はい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 、っていう気持ちなんで、はい、まあただまあなんかそうなんだろうな、わかりますよ、大体な海苔は。まあでもラーメン食いまくってるってことは、そのスープの違いとか麺の質感の違いとかにはやっぱり一日の腸が、ね、の具材も当てれると思います、なんなら。はい、でも俺自分でラーメン作ってるんで。まあそうっすよね。そうだよ、結婚式ではね、見事なラーメン。フードさんラッキー問題ですね、そう考えたら。これは確かにラッキー問題、まあ、頑張りたいなとは思ってます。さあでは、こちら皆様にはですね、この、カップラーメンという第3問目のテーマ、これこちらに関して、ルールの説明をさせていただきます。今から、皆様には目隠しなしでスープを飲んでいただきます。その後に4種類のカップラーメンからどれが最初に飲んだスープかを当てていただきます。なるほど。ちなみに出される、ラーメンはカップヌードル、食った QUTTA 食ったかな、
食ったんですね、はい、カップスター、はいはい、そしてセブンプレミアの醤油ヌードルの4つとなります。金ちゃんヌードルねえのか。金ちゃんヌードルはないですね。中本ねえか。ちなみにこの問題の正解者には2ポイント付与できますので、逆転のチャンスでもあります。逆転できる可能性がある、はい、全部醤油味ですよね。そうですね、全部醤油味、はい、なので麺なし、1回目はスープで、その後には麺ありを食べれます。なるほど、はい、では準備の方をお願いいたします。あ、これ自信あるの？はい、ということで、まさかのカップラーメンが第3問目に来たということですね。皆さんどうでしょう。これが正解ですよね。今から使う、いや、そう、そうですね、これが正解ですよね。で、あ、これが正解か。出てくるし、カップヌードル食った、そしてカップスターセブンプレミアの醤油、皆さん食べたことありますかね。はい、こちらの方ないな、まあ、難しいから2ポイント、それはもしかしたらそうかもしれないですね。なるほど、まあ、確かにちょっとキキカップ麺の汁なんでもっと入れてくれんのこれ。いや、全部よ、いろいろ聞こえてくる。マジで、はい、はぁ、毒棒入れられたやつも飯だね。それでもこれもっと入ってますよ。これさ、なるほどね。さあ、みんなもっとばっかですね。ただみんな、あの見てる皆さんが思ってる以上にかけてるものは大きいです、うん、今回の企画、はい、なのでとかでもやっぱ真剣なだけに文句も出ますね。まあ、マジは一緒なんじゃないかなと思うよね。果たして、こちらも準備は OK ですかね。まだですね、はい、じゃあまだこちら繋がせていただきます。コメントの皆さんとお話をさせていただきますが、今回のルールを、まあ、おさらいしますと、初めに、こちらですね、紙コップに入ったカップラーメン、どれか4種類のうちのどれかのスープがあります。そのスープを飲みます。飲んだ後に4種類のカップラーメンが目の前に並んでいて、自分が一番初めに飲んだカップラーメンのスープはどれなのか、この4種類のうちのどれなのかっていうのを種類もあるのか、試食していただいて選んでいただくと。全く分かんない、ね、4択じゃん、ね、なんとこのこのとアホみたいな企画に9000人が見てるそうですよ、梅原さん。大丈夫ですか。全く分からない、かなりのリスク上がっております。うわ、これ、はい、うわこれきついな。しかも最初に麺くれねえんだ。はい、OK ですね、ありがとうございます。しかもスープ見せてくれないんですよ。ちなみに最下位は別に罰金とかそういう罰ゲームもありません。ただ今後二度とお前はツーブルなよという、はい、罰がないだけにそっちの方がきついと思います。そうですね、はい、死ぬまでも無理ない、ね、死ぬまでもなんか俺はなんか美味しいとこ行きたいなってことははーっつって言ってはい、そういうところですね。さあ、そして皆様の、テーブルにはこちら用意できました。ABCD と色のついたコップには4種類の、カップラーメンですね、こちらが入ってます。そして真ん中の、茶色コップ、こちらには今から一番初めに飲んでいただく、カップラーメンのスープが入っているという形になっております。ほんと少ないんですよ。ほんと少ない、茶色のやつ、うん、見えないですよ。マジで少ないね、これね、ほら、今の見えないでしょ。え、こ、こけず、これはやばいですね。だって、だって、見えないから、30分も乾いてますよ、これ。そういう量ですよ、これ。そういう量ですよ。これはちょっと、まあ、ただ、皆さん、2ポイント問題。そうそう、これ2ポイントなんですよ。熱っ。だ、多少難しくても、やっぱりそこ頑張るところだと思うんですよね。なるほど。はい。さあ、なので、これはどうしましょうかね。もう行っちゃいますか、それとも意気込み伺いますか、うん、まあいいんじゃないですか、行って行っていいですか。麺の麺の麺ってこの味が変わりそうで怖いですね。はい、じゃあそれでは、まずスープを飲むんじゃない、スープまず飲みます、はい、茶色いコップのスープから飲んでいただきます。もういいですか。はい、どうぞ。あ、スープからです。本当にちょっとでしたからね。あ、当てれると思うな、これいきそうな気する、うん、はい、さあ、カップヌードル、クッタ、カップスター、セブンプレミアム、醤油ヌードル、この4つのカップラーメンのうちどれかのスープがこの茶色いコップには入ってます。分かりやすいやつだといいんですけどね。美味しいね、これ。うーん、いやこれ、さあ、もうフードが怒り言動みたいな感じになってますけどね。かなりこんなフードはなかなか見れない。はい、気合入ってますね。はい、さあ、こちらいいですかね、皆さんね。じゃあ ABCD の方を
もう実食していただいて、いいですか、はい、A からですね、まずは A から言ってください。 A から、え、梅原さん A からです。青から、青から、はい、青からですね、青から。え、もういいですか。はい、どうぞ。こっちは麺入ってんだ。ん、はい、このね、色のついた容器には麺も入ってるんですよ。え、これチキンラーメンってないっすよね、この中に。めちゃくちゃチキンラーメン。川野さん大丈夫ですか、それ以上口を開いたら。え、あなたのアイドルとしてのブランディングが下がっていく可能性がありますよ。大丈夫ですか。チキンラーメンはないです。いや、俺スープまじまじ飲んだことねえから。っていうか、あの温度も違うんですよ。あ、温度が全然違う。で、茶色の方結構冷めてんの。あれですね、あの帽子の人、口開いたらなんか文句しか言わねえんだ。気のせいかな。気のせいです。あ、気のせいですか。はい、違いをね、確認ですよね、確認ですよね、はい、ちょっと、早く B 行きたいんですけど、はい、うん、あ、じゃあ B お願いします、 B、うん、さあ、ん、 B は、ピンクですね、ピンクの容器。はーい、ん、うん、俺鼻の上に一回乗っけますもん、スープ。普通に、でもこれ麺食べる必要ある？味わっちゃってるだけなんじゃないかって。まあちょっと僕はあの当事者じゃないんでわかんないですけど、その辺は。ただスープしか飲んでないですからね。美味しくいただいちゃってる可能性あるんですけど、まあまあまあ。梅原さんすっごい食べてるんですけど大丈夫ですか。大丈夫ですか梅原さん。あ、クロスじゃないのか。はい、 C お願いします。これあの当てに行くゲームなんで、全部食べるゲームじゃないし。 C スープないんだけども。 C ないスープ。あ、そうか、スープを吸っちゃうんですね。 C スープないよ全然。いや、でも難しければ難しいほど2ポイントがでかいんで、頑張っていただきたい。そう、さあ、みんなの表情は。スープねえのこれな。D が怖い。っていうかもう、あの上原さん味わいすぎで、早くしないと D のスープが消えちゃうんですよ、これ難しいところで。はい、じゃあ梅原さんが食べ終わったら D 行きましょう、みんなで。はい、 D お願いします。うん、うん、はい、そうですね、もう静寂が包んでますからね。俺分かっちゃった。これみんなには厳しかったかな。首から上が何か言ってんぞ。一番まずいみんなには難しかったかな、今回の問題。これ戻るのなしなんですよね。はい、戻っちゃダメ。戻るはなしかな、なしですね。ルール審判マジ覚えてねえ。そんな食うからでしょ、そんないっぱい。戻るなしでお願いします。一応これ俺分かったわ。ルールの方には A から順にということなんで。自信ないな、でもこれかな、はい、まあその本当に分かんなかったら、みんなあの格ゲーマーなんで4択通すっていうね部分でも勝負してもらって。いや、もう消去法だ。もういいっすか、正直これは。はい、一番初めに茶色いコップで飲んだスープ、このスープは青、ピンク、オレンジ、緑、この4つのラーメンのどのスープだったのか、この2択やな。そちらを、皆様には書いていただいてます。3択にはできたんだよ、むずいな。3択にはできたんだよ。どうしたんですか、梅原さん、どうしたんですか。落とし、ああ、それ、マックス鈴木さんのやつです。そう、大食い関係ねえだろ。倒したやつのスキルちょっと継承できる。ああ、なるほど。パッシブで落としてたんです ね、 ね、はい。いやでも、これ自信あるよな。じゃあちょっとですね、フィリップ出す前に皆さんに一言ずつ伺いましょうかね。フードさん、自信のほどどうですか。いや、もうみんな書きました。いや、俺書けてないまだ。じゃあ、黒人さん、ま、早くしてください。はい、わかりました。ヒントになっちゃうんでね。ヒントになっちゃうんで。そうか。あ、もう変更はなしなんや。人が話しない。そうですね、基本変更はなしでお願いします。そうですね。匂いが結構特徴的だったのかなっていう。ね、ちょっと早く書いてください。もしかして聞いてます？違います、まず気になる。はい、はい、
なんかコンソメっぽい匂いがすごいしたんで、はあ、それの強いやつかなっていうので俺は選びました。おお、やっぱ作ってるだけありますよね、そのベース、まあ、醤油と、うん、もう一個のその二枚看板のもう一つを結構こう意識して、はいはいはい、ちなみに飲んだスープ薄味でしたか濃い味でしたか。甘いコンソメって感じです。コンソメか、うん、一応全部醤油ラーメンと。あ、けどやっぱ全然違いましたけど、俺も、はい、けどワンチャン二択かなっていうのはあるぐらい。あ、なるほど。けどまあこれかなと思うんですけど、もう一個匂、はい、うなみたいなのはあります、ね、なるほど、うん、4択のうち匂、まあ、うなっていう対抗は一つあったと、うん、工藤さん。さあそしてお隣黒人さん、かなり迷ってましたけど、はい、一つはすぐ減ったんですよ。減った、はい、で3択になり、で梅原さんが言ってたようにね、味覚えてないんですよ最初のやつ。はい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 、それが困っちゃって、で、うん、で一応選びました消去法で、はい、消去法でこれには一応なりました。ただ自信は正直ないですねこれは。なるほど、これちょっと難しかったな。難しかった、うん、そうですね。一つだけは絶対違うやつありました。はいはいはい、もうそれでも言っちゃっていいですか。僕もうみんな書いてある、もうみんな書いてます、はい、あ、もう C は絶対ありえない。あー確かに、確かに 100%C だったら俺もう、はい、そのないです C 言ってくださいよ、なんか読み上げた梅さん、今の自分のリスク怖ーと思って今の歯切れの悪いやつ、とともに1万人視聴者が言ったと。あ、そうですね、はい、あの C はないんですけど、 C 以外でちょっとじゃあ一応当てさせていただきます、はい、C だったら本当にもう絶対にないと思います、はい、C は。わかりました。はい、じゃあお隣梅原さん、はい、かなり味わってたしがっつり食べてたように見えましたが、どうですか。あの麺がね邪魔だった。あ、邪魔、匂いを嗅ぎたいんだけど、はいはいはい、麺の匂いが混ざって、はいはいはい、結構確かにフードが特徴的だったんですよ、コンソメみたいな感じで、はい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 、あ、これは結構いけるかなみたいに思ったんですけど、麺が混ざるとね、なんかまた多分違う匂いなんですよね。あ、これが一番近いなみたいな感じにしましたけど、うん、まあ、正直、うん、自信はそんなないです。自信はそんなない、はい、やっぱ謙虚ですね。さあではそのお隣ジョビンさん、はい、結構自信が覗かせてましたけど、そうですね、どうですか。と1問目で僕もちょっと自分バカ舌なんかなってちょっと、はい、一瞬よぎったりもしたんですけど、はいはい、あ、やっぱちゃんとしてるなって。あ、分かったなと。悩んでる意味も分かんなかったし、みんなの、まあこれやなってラッキー問題やなって思いました、はい、ラッキー問題、ラッキー問題。なるほどなるほど。一応あの黒人さんの口から、はい、C はないと、はいはいはい、いうふうにおっしゃってたようなんですが、ジョビンさん的には C はどうでしたか。だからもう3つないなと思いましたけどね、まあ、あ、3つない、あ、そうですよね。もうこれとこれとこれないなって。あ、確かに、あ、これやなってもうすぐ思ったんで。まあ確かに確かに、まさか C かこいつ、はい、本当に自信あります、早く発表したい。 ありがとうございます。さあお隣川野さん、これセブンスターがあるんですよね。セブンスターはタバコの銘柄なんで、あのないです。カップスターはあります。セブンスターはないです。あの、はい、いや正直、はい、いや、あのカップスターとセブンプレミアムですよ。そう、カップスターですよね。いや正直みんなとはちょっとずるいんですけど、これ、はい、カップスターよく親父が買いだめしとって。ああ、なるほど、うん、よく2人で食っとったんですよね。名前は覚えてないけどな、うん。そうで、ジョビンさん、ジョビンさん、やめてください。今カウンさんなんですよ、はい。思い出の味。思い出の味。カップスターって結構特徴的ですよね。そうですね。うん、で、まあそれが来ちゃったんで、はい、ラッキー問題やなって思ってます。ああ、なるほど。じゃあカウンさん的にはその問題の汁はカップスターだったんですか。実はそうでした。ああ、なるほど。で、そう、はい、だからスープが、はい、これがカップスターだったのがマジで儲けやなって。確かに確かに、なかなかない、うん、ヒントってことは、じゃあ今回は完璧に当てたと。完璧です、ありがとうございます。さあそれでは気になる皆様の答えを一斉に上げていただきたいと思います。いやー、これ何が正解なんだろうな。それではお願いします、どうぞ。おっと、 A、B、D、 ジョビンは B、D、 一番自信を覗かせた川野は D、梅原と川野 D、 信じていい川野くん。そして黒人とジョビン D、 いい大丈夫、マジ大丈夫、ダメジョビン、ジョビン、ダメかいや俺、俺いいか、梅さんこの二人と一緒よりいいでしょ。確かに俺もゼロ点同士やなって俺に上げてみてたら大丈夫、俺ら抜けたよ。いやでもこれは俺ポイント1ポイントだから自信ありました。いやー、 D と悩んだ、 A か D どっちかなと思って。
A にしちゃいました。川野頼む。フードが一人で A ということで、まああの黒人さんおっしゃった通り C は誰もあげなかったですね。よかったです僕、うん、友達に続けられます。頼む D 来い、うん、ただいやこれ B でしょ、まあ、C が一番可能性がないとしたら誰かにポイントが入るという状況ではあるので、かなり面白い状況かと思います。さあそれではこのカップラーメン4種類から皆様が飲んだスープ、こちらは果たして何だったのか。でも難易度上がってる証拠ですよね。みんなの回答が変わってる時点でね。それでなんだ茶色いやつは何だったんですか。まず茶色いやつは何だったんですか。それで茶色いやつはちょっと待ってくださいね、はい、正解を発表させていただきます。はい、はい、最初マジでまさか、マジで、最初に皆様が飲んだスープは C でーす。絶対違う。誰もらう。あなたさー、ちょっと待って、 C はないよな。 C は絶対ない、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  C は絶対ない。マジすごいよ、全員わかんないけど、みんなバカにしようとしてるんですか。そうそう、これ仕組んでますよね。絶対やってるでしょこれ。で C は絶対ない、俺も C は絶対ないと思ったの。残り2問で盛り返せないですよ全員。残り1問正解したとこでもう終わり、もう無理ですよ全員。もう前ら飯食うな。確かにバカジタ軍団でしたね。僕も一応進行上、台本に正解は書いてあるんですけど、はい、見てないんですよ正解は。だからC はねえなって思って開いた時に C って書いてあって俺戻ったんすよ。ページ間違えたなと思って。だけどこれだったんすよ。いや、まあ、確かに吸ってたんで、ね、やめてそういうスープ相当麺に入れてたから C はそう、スープがなかったんだ。あれは無理だよ正直。うわーけどそこいけたわ。だってスープ、スープ使ってるから。そう、読めた、スープ少ないんだ。あ、そうだ、あ、そういうことか。あ、そういうことか。うわー、メタか。それってさ、もう下関係なくない。運営メタ。それはメタじゃない。はい、一応ですね、どれが何のカップラーメンかというところをですね、お伝えさせていただきますと、回答していただいた C のカップ麺が食った、はい、という QUTTA 食ったというカップ麺、 A がカップスター、 B がカップヌードル、 C が食った、 D がセブンプレミア。思い出の味ということで、カードさん食ったが思い出の味だと。ずっと食った食ってたんだ。昔から食ったが好きでね、本当に思い出の味なんですよ。思い出の味、最近の商品だけどな、食ったな。いやこれわかんねえわ。いやちょっと難しい。黒人さん C だけはないっていうところから、はい、もし C がいたらそいつとは友達になれねえっていうことだったんですけど、はい、結果的にみんなと友達になれました、ね、全員が友達。良かったです僕ら、はい、良かったです。いやこのままいくとでもね、はい、2人はもうそろそろ。でも、まあ、マジマイナスですけど C だけは絶対ないって。でも別にな、 C だったらどうするのっていうのはちゃんと俺あの言わなかった。言及しなかったから危なかった。このまま勝ちは勝ちなんでね、このまま逃げ切った。だから川野おかしくない。川野だって、はい、そのね、そのセブンスターじゃない、カップスターだって言ってて、はい、食べて、はい、思い出の味って言ってて、はい、確かにね、それだったから良かったって言ってて違ったじゃん。はい、確かに違う。大間違いって、ね、大間違い。いや、だいぶだいぶそうなんですよ。そのね、父親だったのか、その本当にそうなのかよく分かんない人と食べたら麺がそれ作ったんちゃうかっていう話もなってくるんですよ、はい、もうセブンスターとか言ってたし。いや、買い置きがすごかったんですよ、本当に。もう料理ないときはカップスターで。本当に買い置きがすごかったんですよ。本当っぽい。でもセブンスターは A ですよ、川野さん。そうっすね、意外ですよね。こんなこともあるよ。セブンスターじゃない、カップスターね。はい、そうですね、まあという。でもあのやってと思うんですけど、うん、はい、めちゃくちゃ面白いですね、これ。予想以上に面白いです。予想以上に面白いです。ただ先ほど誰かも言ってたんですけど、現時点で確かにポイントの差はばらけてます。そしてあと4問目5問目と2問残ってます。ただ全員がですね、ちょっと取り返しのつかないダメージをすでに、もう盛り返すのは無理だよな気がする。すでにこれを見てる一万弱の人たちにはこいつら…みたいになってる可能性があるんですよ、はい、ただこっから問題加速していくんで、はい、あの微妙なところを
当てていただいて、なるほどなるほど、本当のね、その舌についての、やっぱここまでジャンクフードなんですよ、言うて、まあ確かに、まあそうですよ、まあそうだね、あ食ってなんで、まあここからね、頑張っていただきたい、たらな、それは自信ある、あとすいません、ちょっと僕、ティッシュとお水いただきます、はい、ティッシュとお水、はい、黒人さんに、俺もお水もらって、俺も水ください、はい、ちゃんとリセットしないとわかんない、リセットしないと、そうですね、まあただ和牛はジャンクじゃないとおっしゃる通りです、僕のフォローも限界がありました、皆さんすいません、松坂牛がわからねえ、バカどもでした、すいません、でもうまい具合にみんな外していくっていうのが、全員外れるってすごいですね、確率的にはちょっとありえないからねそこだけみんな外してんだもんね、はい、フードもね、フードなんで A だと思ったの、いや、コンソメっぽいのが A かなと、俺 A か D、 うん、花ぐらいだったんだけど、なるほどね、俺シーだけはなくて、ほんと3択ずっと悩んで、あの時間マジ無駄だったんだな今思う、いや俺のシーは絶対ないなと思ったんですよ、シーはなかったよね、本当に本当に普段からこうね、何がうめえ、カニがうめえとか言ってるやつの舌っていうのはどれだけ適当かっていう話ですよね、温度が違うから、あ、そうだね、それちょっと分かりづらい、うん、それは分かる、何よりカップ麺ってね、そんなね、普段食わないっすよ、いや、もう食わないよ、シンプルに麺で味変わってるよ、別ゲーム、そうだよね、全然勝ちですよ、今だって小麦出てるもんな、小麦の味な、そう、全然それでもう全然香り変わっちゃうから、そうですね、油出てるもん、小麦、そうですね、ちょっとずるだね、なんかいいメンバーですねてか全部同じ匂いですよ、これ全部同じ匂いですよ、全部同じ匂いですよ、傷の名前がすごいな、はい、はい、ということで、それではですね、第4問目に、皆様行きたいと思います、第4問目のテーマはこちら、ステー、これは行きたいな、獲得ポイント2ポイント、これインフレしてくるのかと思った俺、ね、さあということで皆さん、おっちゃんまだどうなさってるよ皆さん、ステーキはお好きですか、これ敗者のムーブだからなさっきも当たらんかったしね、それでステーキはお好きですか、皆さん大好きです、大好きです、これはそうですね、まあ梅原さんもね一時期はかなりお肉食べてたという噂がありあって、ね、はい、ステーキですけどどうですか、いや、まあ、どういう問題かによりますけど、はい、まあ、これはいけんじゃないですか、なるほど、はい、てか行かなきゃまずいでしょ、そろそろだいぶまずいです、ね、はい、そしてかっこいいところを誰か一人でも見せてくれたらいいんですけど、本気出そう、等しくちょっと今のところあれなんでこれよくないのかな、さっきこれ着なかったな、はい原価付き原価付き、やべえな、神頼み、流れ変えてきた、なんかちょっと重かったしからな、はい、はい、ということでですね、皆様、まあ、ステーキはね普段から食べているかと思います、そして、まあ、今の時代ね結構いきなりステーキとかでもね、うん、こう早く安く美味しくいいお肉食べれたりしますが、うん、やっぱり安いお肉より高級なお肉の方が皆様は馴染み深いのではないかと思っております、はい、ということで、問題の方を説明させていただきます。今から皆様には2種類のフィレステーキを目隠しなしで食べていただきます、はい、こちらですね、片方は国産牛グラム1500円、もう片方は宮崎牛グラム3000円、2倍、という2種類のフィレステーキをご用意させていただきました。グラム1500円めちゃくちゃ、そうだから いいやつ、両方まあ両方 いいやつ、そうなんです、強いと超強いを見分ける、なるほど、そんなのさ、そんなのだってもう名前だぞ正直そうそう、味なんか一緒だろ、もう同じ牛なんだから、あの私どものシェフがですね皆様の舌を信じてこちらの問題作らせていただいておりますので、はい、まあたくさんね美味しいものを食べて、味の分かる皆様ならこの差もしっかりと当ててくださるという信頼のもとでですね、こちら問題作らせていただいております。なおこの問題正解者には2ポイント付与となりますので、はい、ぜひ頑張ってください逆転のチャンスがあります。2ポイント、2分1ですよね、2分1だし、あとこの問題あれなんじゃないですか、はい、その梅原さんが間違えた上と極上の違い、あら確かに、要するに本当に分かってたらこれは分かるんですよ、一番苦手な分野すごいあの今トラウマが今思い出しました今黙りあ今相馬トラウマが超えてきたって言った時の思い出せますよ今、しかもこの問題やるとき一番最初に言い訳し始めてましたから、ね、そうだよな逆にあれだね、その宮崎を試しに行く感じだね父が言ってるかよく
分かんないですけど、宮崎を試す、うん、とは何ですか梅原さん。宮崎牛じゃない、宮崎牛です、うん、宮崎一つ国産牛のに、まあ、だから問題があるんじゃない、もしダメだったらえ、ダメだった時の話してますか今。ええ、大丈夫大丈夫、そんなことないですよね、さすがに分かる、はい、倍違うんでしょ、倍違います。一つは国産牛グラム1500円、はいはい、もう一つは宮崎牛グラム3000円です、はい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 、もうこれね、やっぱ1500円の肉も美味しいですよ、もちろん、ただ、うん、3000円っていうのは、大丈夫大丈夫、うん、確かにそう、等級はどうなんですか、 A4 とか A3 とか、等級は僕の手元には書いてないんですけど、おそらく A4、A5 ぐらいなんじゃないですか、なるほどね、等級大事やな、この値段から、等級 A4 だったらまあ違い出ると思うんだけど、確かに、はいはい、A4、A3 あんま違い出ない英語はかなり、英語はかなり、ほうほう、普段はじゃあ英語、英語、英語を食べてますか。もうむしろね、僕はね、最近英語になりました一周して、あの脂身が多いんで英語は、はいはいはい、英語ぐらいの方がちょうどいいかな、なるほど、ちなみにフードさんが全く喋ってないんですよ。だけどラーメンのやっぱ傷がね。あれで負けたら、いや俺も A4 派。A4 派。いやだからさっき脂身怖いなと思って。怖いね。確かに。けどまあ、純粋に美味しい方を書こうかなと思ってますもん。あ、そうですね。そうですね。そうしよう。確かに。だからうまいなと思って。なんか俺らが当てに行こうじゃなく、いやうまいもどっちか選んでやる俺こっち。そういうことですね。それが良かったら嬉しい。食事楽しまない。そうですね。夜食ってないから。ご飯とはないんですよ。ご飯とか。もう俺らがちゃんと決めてやるよ、うまいがどっか。あ、まあまあそうですね、そうですね、まあでもそれが本質みたいなところありますからね。そうだからグラム3000円出すやつはバカだなってことを教えてあげます、はい、ああまあ確かに確かに、だってこっちの方がうめんだもんっつって、確かにそうですね、これは全くその通りだよ、うん、はい、それにそれしますね、はい、じゃあ皆さんそのつもりで食べますから、はい、よろしくお願いします、はい、そのつもりで、どのつもりかちょっとよくわかんないですけどはい、じゃあ皆さん素敵なお食事の時間ということで準備の方をお願いいたします。はい、ということですね、まさかのここまでのですね、1問目を当てたやつが3人いただけと、今もう4問目ですからね、あと2問しか、あの問題ないんですけど、これがこの2ポイントなのに2択っていうのはでもチャンスだよな。そうですね、そうなんですよ、2ポイントなのに2択、2択かで、まあこれもうあの身も蓋もないことを僕から言わせていただくと、勝ちゃいいんですよ、2択通してでも勝ちゃいいんですよ、やっぱ負けたやつがあのダメなんで、はい、僕の鼻水、すいません、私が代わりに謝らせていただきます、うちの黒人がね、申し訳ございません、ということで、まあただですね、ここ2択通せばマウントは取れますんで、何をしてでも、勝たなければいけない、正解しなければいけないというところかと思います。ただね、皆さんね、国産牛グラム1500円って食べたことありますかね。グラム3000円とか1500円とか、まあ、市場価格だとどれぐらいになるのかなというところは気になりますね。3倍ぐらい、あーじゃあ結構っすね、原価率大体 30% って言うんで、じゃあ9000円、グラム9000円ぐらいの外で食べる肉と、あと4500円の肉、まあ、こっちも高いからな、なかなか食べる機会はないですが、これはもう一緒だよ味は、これはいや両方ともうまそうですけどね。そうですね、なんか大きく切られてんの悪意感じんな、なんか確かに A の大きいよね、 A の方が大きく切られてんの、ちょっとなんか読み合いが発生してんじゃないですか、これ。そうだな、大きい方が普通、とにかく美味しい方を選べばいいですよね、うん、変なこと考えてない、そうです、フィレステーキです、より美味しい方なので、どうなりますかね。まあただね、結構皆さんいいお肉食べてると思うんですよね、はい、なんで、その経験値にかけて、まあ、より美味しい方を選んでいただくという形で、はい、準備の方できました、皆さんを写してください。はい、このように A と B という形でお肉並んでおります。ちょっと、誰かですね、お肉のお皿をちょっと傾けていただいて、あ、フードさんありがとうございます。はい、 A、 あー美味しそうですね、うまそう、いい焼き加減上手ですね、確かに、うん、でこっちが B ですね、はい、はい、こちら A と B ということで、味付けは、塩コショウで、まあね、味わい深いというか、ちゃんと味わえる形で味付けさせていただいております。もう帰ります？もう帰りでいいんですか？あ、ごめんなさい、ごめんなさい、全然あんま変わんないですね、そうですね、こんな形で、準備の方できましたが、まあ早速実食の方していいみたいなんで、はい、せっかくなんで食べていただいてから皆さんにお話伺いたいと思います、はい、いただきます。ちょっと待ってください、はいはい、これ一人ずつですね、あ、河野さんから、はい、一人ずつ A、B と食べていただく、はい、はい、
じゃあ A からいきますね。はい、じゃあ菅野さんお願いします。お、一口で、うん、柔らかさと、ま、油、ま、フィレステーキですからね。めっちゃうまい、シンプルに。やばい。めちゃめちゃうまい。下物っぽいな、シンプルにつって。B いきますね。これ、はい、うまい棒言えばいいですもんね。うまい棒言えばいいです。今度は、ん？二口。なんか差を感じるんだけど。両方ともうまいんじゃない？でも、分かりやすいと止まるんじゃない？違う？分けてる。食べてますね。買うのは、いや両方ともめっちゃうまいですこれ。それうまいんだ。見るからに分かるけど。うまいんだ。いやでもね、超えてきた。うん、超えてきた。これはどっちが超えた？B 超えてきた。A が超えていった気がしますね。超えてきた。もうなんか共闘みたいな感じになってる。みんなで戦ってる。はい。いやまあ確かにな、 A の方が宮崎の風味を感じますね。宮崎の風味を。うん、まあ、熊本だったら近いですからね。宮崎地鶏をよく食ってたんで、はいはいはい、なんかそれと似た柔らかさ。それ牛だぞ。いや、なんかやっぱでも共通点はあると思う。共通点はね、宮崎も同じ一つのね、水と。はい、じゃあ川野さん、もし自信があれば先に書いていただいてもいいですが、皆さん食べ終わってからでも大丈夫ですんでね。はい、ではジョビンさんお願いします。あ、すみません、もう一回2種類聞かせてもらっていいですか。何と何？一つは国産牛のグラム1500円、はい、もう一つは宮崎牛のグラム3000円、どちらもフィレステーキとなっております。うん、場所が違うだけというか。まあ場所も一緒かもしれないですからね。場所も一緒かもしれない。国産牛なんていうんですかね、地名がついてるあのお肉とかって結構その育て方が違ったりとか、その土地土地の風土によってこう結構味が変わったりとかね、育ち方が違ったりするんで、柔らかさとか味わいとかっていうところにね、差があるなって言いますよね。はい、どうぞどうぞ食べてください。でも元はね、全部ね、田島牛なんですよね。まあまあそうなんですよね。はい、神戸牛なんですよ。はい、元は全て。うまい。もう争いたくない俺。もういいやん、楽しく食ったらもう。美味しい。なんか美味しい方選んで。すごい美味しい。美味しい美味しい美味しいよな。まだ釣れたからな。あの食べる。私も絶対美味しいもん。なんかみんな仲良くなってきたな。美味しい。美味しい。よかったな。よかったな。どっちが美味しい？どっちでもいいもん別に。これと米さえやったら俺それでもいいもん別に。そういうんじゃねえんだな。あ、そういうんじゃねえんだ。そういうんじゃないですね。これは。わかんない。決めてくださいね。だから今書かなくてもいいですかね。はい、今書かなくても大丈夫です。みんなの、あのリアクション見てからでもいいですよ。美味しい。美味しい。梅ちゃんも食べてみ、美味しい。はい、じゃあ梅原さんどうぞ。ちょっとね、はい、味わって失敗してきてるんで、はいはい、ちょっともう直感という、直感というかこう、フラットに、いつも食ってる感じで。なるほど。いつも食ってる。さあ、国産牛と宮崎牛。あ、いいね、パクっていったね。どっちも美味しいフィレステーキですよ。うまい、まあまあ、そんなふうな感じじゃない、たぶん。うまいね。うまい方書くよ。うん。はい。うまい方で。直感でね。考えるな、感じろです。ちょっと大きく首をかしげたぞ。結局味わってね。全てはね、上タンと特上タンの違いから発端がね、そこですから。思い返せばあの時も味わってましたね。めちゃくちゃ超えてきた、超えてきた。いや、はい、決めました。超えてはなさそう。超えるとか超えないとかではない。ではない。じゃあ黒人さんお願いします。 A から。はい、僕も普通にいきます。普通に、はい、うん。いやでも美味しいお肉はね、もう美味しいですから。まあ美味しいね。うん。あ、かけばいいのか。さ
そうですね。あんまりね、しかも普段食べ比べってしないですからね。しないですね。うん、ちょっと俺ズバカラどうしよう。行きます。ちょっと分かった。う、うん、まあいいや。大丈夫ですか。はい、全員終わってから書いてもいいですからね。ちょっと俺やっぱマンドネーム、どうしよう、うん、俺はあのこれはもうでもね、ちょっと、はい、あ、わかりました。うん、パブレっていうかね、これ俺しかわかんないと思う。おその心は僕結構こうステーキとか肉食ってるんで、はいはいはい、多分俺多分食ってないんでしょうね多分。まあまあまあ、牛角とかよく行ってる方だと思うんで、しもじものものですからね。そうそう、言うたらちょっとそれじゃ分かんないと思う。これ無理、俺しか分かんないと思う。これ分かりました。分かりました。もう一発です。あ、いいですね。うまいかうまくないか肉の違いが分かる男、さすが宮崎だなっていうのは感じました。さあではフードさん、はい、実食お願いします。そうです、一つは国産牛、もう一つは宮崎牛です。もちろん牛角も美味しいですよ。美味しいですよ。もちろん美味しい、うん。僕は大好きですよ。ただ黒人さんはちょっと最近は行ってない。いや、大学生時ぐらいもよくお世話になりました、ね。はい、そうですね、はい。みんなの味方ですからね。みんなの味方。うん、あ、美味しいけど超えてほしい。超えてほしいな。超えてほしい。うん。これ B には超えてほしいよ。B は超えられるか。あれ？はい、あ、ちょっと待って、どうしようかな。ちょっと待って。さあ時間が経てば経つほど疑心暗鬼になります。フードさんどうでしょう。あ、どっちにしようかな、うん、格ゲーの大会ではフードもいつもリラックスしてるイメージですが、こんなに緊張感のあるフードもなかなか珍しい、見るのは、うん、好みやね。いや、そうなんですよ。そうなんですよ。その通り。そうなんですよ。好みですよね。でもね、ちょっとこの辺宗教入ってくるかもしれないね、もしかしてね、うん、宮崎だからちょっと俺はでも俺あの問題、なんかセンスでいきますわ。あ、はいはいはい、味は違うものを食べたなっていうのは分かったんだけど、分かります、ね、どっちがいい肉とされてるかはもうなんかセンスだなと思った、うん、そう、うん、こういう風にさ、こういうものの方がうまいとされてんじゃないかみたいな。なるほど。じゃあ皆さん書き終わりましたか。はい、書きました。そしたらじゃあ梅原さん、どの辺をあれですか、センスというかどこが違うからどっちにしたっていうのを言えますか。なんかね、うん、B の方がなんかこう結構か香りというか、なんかその味がしたんですよ。味っていうか、なんつうんだろうな、コクみたいな、うん、なんかそんな感じがして、はい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 、でもそれってうまさなのか、それとも逆にそのちょっとこう良くないものなのかっていうのが分かんなくて、まあまあまあ生臭さ的なものの延長とか、ね、っていう扱いなのかなっていうのは分かんなくて、うん、はいはいはい、俺は個人的には B の方が好きでした。個人的に、はい、ただその直感に従うと、いいんですか答え、俺が書いた。あ、いえ、あの皆さん一斉に上げていただきます。あ、じゃあ、はい、黒人さんにも伺いたい、はい、黒人さんはもうあのこれは俺にしか分からんとおっしゃってました、はい、これはね、あれなんですよ、はい、A の方も B も美味しいんですけど、 B の方は、はい、均一に入ってないんです、油身が。ああ、はいはいはい、 A は均一にちゃんと薄く入ってるんですよ。あ、いわゆるサシってやつですか。そうです。で、 B はね、ところどころに太いのがボンボンと入っちゃってるんで、はいはい、要するにいい肉っつったらやっぱ均一に入ってる方が、でしかも肉肉しい方がやっぱりいい。それっぺー、だから間違いなく、あ、まあ、答えは分かった。まあ、答えは国人さんにはあると。私はさあ、かなりそれっぽいことを、言っていただきました。まあ、まだ分かりませんからね、どちらかね。はい、それでは皆さん、誰も信用できないかな、これに。ホワイトボード、一斉に上げてください、はい、オープン。おれい、さあ、来ました。B、A、梅原 A、ジョビンは B、A。さあ、分かれた。分かりました、ね。やっぱ A っすよね、これ。ここでもう明暗分かれますね。B かなと思ったけど。美味しいの B の方が美味しかった。俺は B の方がなんか、うまいっていうか、なんかその、うん、俺はでも、なんか多分 A の方が高級なのかなっていう感じ。そうですね、うん、その通り。俺のギャップだったんですけど、A の方が俺は好きなんですけど、はい、やっぱ高級な方ってなんか意外とそんな脂身もないというか、うん、なんか B っぽい、より高級な方が B っぽい感じかなっていう。超えてほしかったな、俺食って。超えてこんかった、うんうん、いやでも、まあ、これをね、うん、どっちかじゃなきゃ嫌だっていうやつはバカだよ。まあそうだね、そうだね、本当にどっちでもいいもん、うめえもん、うん、ちょっと僕と黒人さんどっちか分かれちゃうんですよ。分かれちゃうから、これで確実にドメが、これは結構運命、確実にドメが一人できるんや、これ、はい、できるできる、そうか、これ結構自信あるけどな、これ3対2で、A が3人、
多数意見ですね。 B が、少数意見という形です。いつも食ってんの A やもん、ああいう感じやもん俺食ってんのは。それでは、皆様に食べていただいた高級ブランド和牛の宮崎牛のお皿は A です。全然違った全く違う全然違ったさあ黒人さん、梅原さん、川野さんには2ポイントよーし。これ以外空気しないいや、やっぱ宮崎っすよね。宮崎そうグラム3000から用意して。そうそうこれでも島根とかそれへんじゃね。島根もいいとこですよ。島根もいいとこです。はい、なんか色が良かっただけじゃないですか。いや臭かったね。臭かった。臭くないです。臭くないです。どっちもすごくいいお肉、フィレステーキでございましたが、見えてきたな僅差で、こちらですね A、 やはり黒人さんが、はい、おっしゃっていただいた、はい、その差しの入り加減だとか、はい、まあ、そういったところが決め手になったかもしれないですね。これは絶対その通りだと思います、うん、僕が言った通りやっぱりね、宮崎は本当に入ってるんですよ、はい、なるほど。宮崎っていうのはまあ分かる人には分かる宮崎の味と。そうです、やっぱりちょっと庶民とあれかな、フードさんにはちょっと分かんなかったんですかね。まあまあなんかその脂身が好き、美味しいと思ってるかもしれない。まあそうですね、そう、豚肉でもいいっていう方ですから。まあまあまあ鶏肉でも豚肉めちゃめちゃ美味しいし、そうだからちょっと難しかった。かわいそうだよこういう問題は。まあまあまあ俺のものはね、俺ら3人しか分かんない。まあ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 、ごめんなさい、実は結構な入り食ってますから。すいません、ちょっと入り食ってますから。そして川野さん、はい、若いながら宮崎の風を感じた感じですか？風、空気、すべて感じておりましたよね。やっぱその自分より年長者の、まあ、フード、はい、ジョビンさんはちょっと不正解だったんですけど、なんかもうジョビンさんに至っては僕この間3人で飯行ってる時飯払わされたんですよ。ほう、なんか僕が美味しく食ってるのをそれ見て、お前よくそんなん食えるなと。それがしかもちょっと言うぐらいならいいんですけど、はいはい、20分30分ぐらい続きましたから、ね、うわ、ら飯腹飯腹これ、ね、米の話米の話。いやあれひどかったですね。もうこれちょっと説明するのももうめんどくさいけど、あれ川野さんでも今何ポイント？3ポイントですか？今梅さんと並んでるんですよ。もう強そう。僕が2ポイント。はい、2ポイント。フードさん1ポイント、梅原さん3ポイント。あ、ジョビンさん、あれ僕は何ポイントですか？ジョビンさん丸が1つついてます。あら丸ですね、いいってことじゃないですか。まあでも最後ので正解したら5ポイントみたいなことあるんですよね。ちょっとよくわかんないですね。バラエティ最後は何ポイントなのかな。普通はね、最後でじゃあ総取りみたいな。あ、ドメ確定かなこれ多分。確かに普通はあるよね。まあ、じゃあ5問目に見てみないとちょっとわかんないんですけど。風邪ひいてない？そう、鼻詰まってる。それで鼻がやられてるんですかね。うん、なんか、うん、でも一応ティッシュで噛んでいいっていうルールだもんね。噛めばいい、ある。あ、ティッシュ、ね、あるある、全然ある。僕でもマジで A の方が好きだったんですよ、うん、だからそういうのも、うん、でもこれは引っ掛け、だから高級な、引っ掛けってない、引っ掛けじゃない、全然ストレート、ストレート。美味しいのを言えばいいじゃないですか、うん、よくわかんない。好きとか嫌いとかじゃなくて、違いがあったの、俺らの、うん、さっき仲良かったよね、みんなで。食事だけ楽しもうって。一応梅原さんと川野さんにお伺いするんですけど、アクリル板の高さ上げます？ちょっとこれ危ないな。どういうこと？ジョビンの周りもね、ちょっと高さ上げた方がいいかもしれない。ちょっと怖いな、これ。ですか？はい、まあ、よろしければ。もうなんか退場してもらって、危ないリスクがみんなにあるから。途中退場だしね、こんな、うん、もう怪しいだろこれ。途中退場あるじゃん。ですね。まあまあまあ、あと1問なんですけどね。はい。ラストの問題ご用意しておりますが、果たしてこれ逆転できるかどうかっていうのはちょっと読んでみないとわからないところあるんですが、読んでいきたいと思います。それでは最後の問題に進みたいと思います。さあ現在の得点は先ほど、見ていただいた通りですね、フード1ポイント、黒人2ポイント、梅原大悟3ポイント、ジョビン0ポイント、川野3ポイント。でもフード頑張ってるよ、大丈夫よ、フード頑張ってるよ。フードさんそれっぽいことちゃんと毎回言ってますからね。コンソメがどうだとか。まずいんだって。まずいんだって。来月生まれるのよ。まずいんだって。お子様もね、誕生しますから。フード頑張ってるよ。そうですね。
家に帰れるか帰れないかの瀬戸際でございますが、続いての、問題が最後の問題では、最後のテーマはこちら、レトルトカレ ー獲得ポイント3ポイント 3逆転のチャンスはございます。てかこれ当てればじゃあ勝ちってことですね。はい、でも彼女はドビはないか。ドビはない。そうなんです、あの、うん、一応一人。そうかそうか、うん、あ、はい、ということで、最後はレトルトカレーの問題を出させていただくんですが、皆さんレトルトカレーとか、まあ、カレーはお好きですか？うん、大好きですよ。おう、よく食べますか、カレー？もうココイチめっちゃいきますよ。ココイチ、お、庶民派。フードさん、カレーとかどうですか？カレーはそっくんすけど、はい、レトルトは食わないです。レトルトは食わない。お店のカレー、なるほどなるほど、ま、本格派なんで。なるほど、ね、あのスーパーの肉、スーパーの肉スーパーの肉、詳しく聞いてくるですね。番組が始まった頃とはなんかちょっと意味合いが変わってきた。発言権なくなっちゃった。スーパーの肉とかも食わないし、まあまあまあ、うん、まあそうですよね。カップヌードルとかも食わないし、当然レトルトも食いません。食いません。食いません。当然食いません。まあむしろ自分で作る側ですからね。けど、あの、自信はあります。はい。そうですね。はい。川野さん、はい、カレーはどうですか？カレーは結構スパイスの匂いの違いとかで、やっぱまず匂いで結構分かれるんちゃうかなと思って、まあ、確かに確かに結構香辛料いっぱい使いますもんね。そうですね、だからまず鼻で味わって、うん、で口で味わってって感じですね。なるほど、さすが3ポイント、はいはい、そしてジョビンさん、はい、一応逆転のチャンスはあると思うんですけど、そうですね、カレーはどうですか？カレーもしょっちゅう食べてます。おお、いいですね、はい、もう行きつけのカレー屋とか 2,3 軒あったの近所に、はいはいはい、もうしょっちゅう行ってて、ただ今回レトルトカレーというところなんですが、まあレトルトも、はい、まあ、ちょいちょい食べたりするんで、はい、声ちっさなんかね、追い詰められてるんですよね。なるほど、はい、でちょっと最後でも3ポイントもらえるっていう話なんで、そうですね、まあ、あの最後のタク通せば勝てるって考えるといけるんじゃないですか。そうですね、声ちっちゃい。いや、さっき僕ね、はい、ええと思ったんですよ、マジで。自信が、まだダメージがね。すごい油も多いから、はいはいはい、これフェイントでこうやってやってきてるなと思って、あー、わざと。なるほどね。だから今、次はもう自分の味覚を信じる。それを4回言って0ポイントいや、で、いや、さっきは信じきれてなかったんで、信じきれてない。本当に自分がこれやなと思うのに、行きたいと思います。わかりました、はい、ありがとうございます。さあ、それでは、梅原さん、はい、まあ、もうあのこの時点でビリはないというところで、はい、いろいろ、まあ、梅原さん的にはね証明できているところもあると思うんですけど、はい、最後レトルトカレー普段食べないですね。食べないですか？レトルトは食べないですね、はいはいはい、ただ、まあ、ここまでの実績を見ると、うん、やっぱここも、まあ、余裕を持って臨める感じですか？やっぱりここまで来たら優勝したいですね。あ、なるほど、はい、ここであのビリを誰かに押し付けて、はい、楽しいみたいなのはもうそんなの興味ないです。ああ、そう、下船なことはね全然全然勝って最後の問題もちゃんと当てて、はい、終わりたいと思います。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます、頑張ってください。さあ、ということで、梅原さんと川野さん、まあ、ただ、黒人さんも優勝の可能性がフードさんまであるか。そうですね、あ、優勝しますよ。はい、え、ない人っているんですか？逆に川野さん、はい、一人います。あ、あら、あ、なんでないの？わかんないんだよ。なんですね、手つないで、手つないで優勝すればいいじゃないですか。いや、だから、ね、そう、手つないでみんなで、手つないでみんなで行けばいい。仲いいんで3人が、だから僕がちゃんと当てるんで、で、2人は普通にやってくれたらそれでいいから。で、3ポイントで、同率首位で。ただ一応、ジョビンさん、一つ言っとくと、全員正解だった場合、はい、ジョビンさんが、あ、そうですね、っていうこともあります。まあまあまあ。ので、ちょっと旗色は悪いですけど、頑張ってください。はい。こういう小さはい、ではですね、最後の問題、レトルトカレーの説明をさせていただきます。今から皆様には目隠しをしてカレーを食べていただきます。これ得意、目隠し、はい、はい、その後にですね5種類のレトルトカレーからどれが最初に食べたカレーかを当てていただきます。5種、はい、いきなりタコ増えたな。確かに5種類、マイクっていうか、すみません、あ、はい、黒人さん本気出すんでね、噛んでいただいて、こちらですね、5種類のレトルトカレー、の中から1つを選ぶということで、正解者の方には3ポイント差し上げますので、まあ、逆転のチャンス、そして生還のチャンスはあります。それでは、皆様お手元のアイマスクを、つけていただいてですね、一番初めにあったように右手に
これからカレーの入ったスプーンをお渡ししますので、ちょっとですね、右手にスプーンをこうもらえるような感じで、スプーン、まだ持たないです、持たないです、まだ持たない、カレーの入ったスプーンが配られます。あ、はい、スプーンいらない、配られるんでね、右手だけ出していただく感じで、これから準備します。はい、それでは皆様アイマスクの方着用しましたので、スタッフさん準備をお願いいたします。はい、ということでアルモ戻ってきましたが、さあここまでで 4問終わって、まあまだフードが危ないところにいますが、まあ、ジョビンが0ポイントということで、なかなかね、なかなかねですね、これやっぱりどんどん発言権がなくなっていく感じですね。はい、皆さんレトルトカレー食べますか。僕はどっちかというと作りますかね。カレーとか結構ね、ニンニク生姜とかで煮詰めるとね、美味しくできるじゃないですか。なんで結構カレーは作ってた時期がありますね。で今レトルトカレーも美味しいですからね。はい、ただそれを当てるとなると、やっぱその香辛料とか、いろんなもの、ちょっとこうどういうスパイスが入ってるかっていう川野さんが言ってたようなところをこう分かっていかないと味の違いっていうのは分かりにくいのかなと。あとスプーンこれからもらって、多分そこにカレーが乗ってて、こうパクリと食べるんですよね。その味をどれだけ記憶できてるかっていうところが、かなり鍵になってくるんじゃないかなというところですね。いやー、まあでもね、これやっぱり見てる以上にですね、あそこに座って答えるとなると緊張感ありますね。皆さんかなりガチめに答えてるんで、まあやっぱり我々としてはこうね、この安全地帯から石を投げる、これが最高ですね。はい、さあみんな静かに待ってます。まあこれが最後の問題というところもありますんで、あとまだね、自分がビリになる可能性ある人多いんで、そういう意味では、緊張感はまだあります。はい、僕の座ってる席と皆さんが座ってる席は一緒です。はい、完全な安全地帯から優越をむさぼる、ここが最高の席です。はい、第2回があったらまたいいですね。はい、さあということで、かなり静かになってしまいましたこちらのスタジオですね。最後は3ポイントということもありますので、かなりですね、皆さん緊張感高まってるようです。第2回は R も出てくれと、おそらく私はこの席でまた、やることになるでしょう。はい、さあ皆さん様々なコメントをいただいてますが、この最終問題にしてもかなりたくさんの方が見てくださっているということで、恐ろしいですね。こんな地獄のようなイベントに皆さん、こんなたくさんの方がね、ご視聴しに来てくださるというところ、本当にありがとうございます。さあ梅原選手は、最後はね、優勝を狙うと、まあ、本来この味覚を別に優勝者を決める戦いではなかったんですが、まあ、やはり志高く、優勝者を目指すというところですかね。さあ、まあ、格ゲー界はね、いろいろな人、味覚王にね、多分出たいって言ってた人いっぱいいたと思うんですけど、まあ、今回は、まあ、このメンバーでギリギリかなというところだったようです。はい、ので、まあ、次回があればまたね、この人に出てほしいとか、そういうのあるかと思うんで、梅原さんの個人配信でね、こいつを呼べと、いう話をしていただいて、地獄に落とす、それもまた一興かと思いますね。結構ね、確かにコメントにある通り、ミートさんとか、あとニャンシとかはね、グルメでおなじみですよね、業界でも。さあ、おっと、マルチコメントビューアーが止まったぞ。あ、すいません、これ、ちょっとこちらお願いします、コメント。コメビーマン、消えちゃいました。はい。さあ、ということで、最後はですね、ちょっと皆さんにテニス、カレー入りのスプーンを持っていただくという形になるので、ちょっとこれオペレーションがね、難しい
感じで時間かかってますが、はい、これはね用意でき次第サクッと食べてもらっちゃった方がいいかもですね。はい、じゃあ準備の方できました。皆さん目隠しした状態でスプーンを持ってるんで、まだですよまだですよ。はい、画面の方切り替えてください。はい、このような状態になってます。では皆さん目隠ししたままそちらのスプーンの先端にあるカレーを食べてみてください。どうぞ。どういう形なんだこれ。これ匂い嗅いでいいんですよね。匂い嗅いでもいいです。鼻につかないように気をつけて。ちょっと危ない、ちょっと危ない。おお、オッケーオッケー。見えてないからね。さあ、甘めのやつか。ガチですね。5種類のレトルトカレー、その中の一つを、はい、選んでいただきます。はい、それではカメラの方切り替えお願いいたします。これ超きちい、はい、戻ってきました。はい、コメントビューはもう戻ってきました。ちょっとね、かなり緊張感があります。静寂が見守る中で、うん、目外していいですか。はい、あ、外して大丈夫です。皆さんカレーを食いましたね。きつくねばこれ。これは5個5分の1です。5分の1ですね。はい、なるほど。ちなみに川野さんはアイマスクは逆だったというところで小技を入れてきますね。はい、では皆さん戻りました。これ A とか書いてある？はい、書いてるの。そうですね、一応お皿に ABCD あれ、皆さんから向かって左側から A ですね、うん、はい、ん、これが A？逆です。これが A？ そう、そっちが A です。 ABCDE？ そうです、そうです。はい、はい、ではこちらですね、試食の方は、みんなで一斉に食べていただく形で大丈夫ですね。はい、いいですか。あ、まだ。どうしましょうかね。これ先に感想を伺った方がいいですか、それとも食べてから感想の方がいいですか。味忘れちゃうじゃん。忘れちゃうから、じゃあ忘れる前にじゃあ食べましょう。じゃあ A からお願いします。はいはい、さあ、さっき食べたカレーはどれなのか。サクサクいきますよ、はい、次 B。 これスプーン変えたいな。味忘れないな。スプーン変えたい、確かにね。確かに箸で囲むっていうのもいいかもしれない。味混ざっちゃうんでね。はい、サクサクいきますよ、次 C。 さあ、異常な緊張感。最終問題です。5種類のレトルトカレーからさっき食べたカレーはどれかを当てる、まあ、聞きレトルトカレーみたいな感じですね。それでは D お願いします。はい、静かすぎます。ただこの問題3ポイントなので当てるか当てないかでかなり違いがあります。さあ、そして E お願いします。あ、ごめんなさい、ジョビンさんだけ D と E、 あ、梅原さんもですね、 D と E が逆だったみたいですけど、まあまあ、まあまあ大丈夫です。いやどれがどの味かっていうのが分かれば問題ないと思いますんで。あ、はい、これ、待って大丈夫ですかね。あ、ちなみに時間は今22時を回ったんですが大丈夫です。こちら、これもう戻って食べたらダメですよね、もちろん。もうダメだって。戻りはないです。わかりました。はい、今の食べた順番で、いや、もう味の記憶を頼りにするしかないな。そうですね、うん、一応これってのはあったけど、やっぱこういうのは直感でいった方が逆にいいんじゃないですかね。マイステするから。マイステ俺もう、てかこれでしょ普通に考えて。まだ番号は分かんないじゃあ、皆さん、ホワイトボードに書き終わったら、うん、多分これだわ。感想をちょっと伺いますね。一応どのお皿が ABCD どれかっていうのを確認してから書いてくださいね。はい、はい、はい。さあ、これが最終問題、3ポイント獲得の問題となってます。まあ、将棋放っすよね。
うん、まあまあそうだね、うん、あの2つはもうパパーン消えるのよ俺も、うん、で3つなんだけど、あの頼りにしたのはね、うん、甘みだね、うーん、よく喋るようになりました、ね、まあ2ポイントと1ポイントが何か言ってるって感じもちょっとしますね。たまりもなんかちょっと可愛らしい最後ふっと抜ける甘みかな、それをちょっと頼りにしましたね、うん、たまりがねちょっと残ってんですよね、あのリンゴの甘みだったね、うん、俺はね、うん、いいですねリンゴの甘みがね、カレーの王子様かな、蜂蜜がねバーモントカレー的なやつで入ってるね、うん、さあこれあの3ポイントとすでに獲得してる梅原さん、川野さんの意見ちょっと伺いたいなと思うんですけど、梅原さんどうですか。どれも味は違ったんですけど、はい、多分これじゃないかなっていうのは一応探せましたね。ほう、探せましたというか、だから全くこう闇雲ではなく、はい、これだったんじゃないかなっていう当たりはつけました。ただその味の記憶がどんどん薄れていくんで、そうですね、自信はちょっとないんですけど、はい、まあ、これじゃないかなって。いやでもここまでの道中で獲得ポイント3ポイントですから、もう自分の舌を信じるしかない、はいはい、多分これ、はい、はい、ありがとうございます。川野さんどうですか。なんかレトルトカレー社って結構ちみんなめちゃくちゃ企業努力してんだなって思うぐらい、はい、全部いろんな特徴があってすごい美味しかったんですけど、はいはいはい、やっぱ特徴が本当5社とも全部出てるんですよ。おお、なので結構ここって難しいかなと思ったけど、はい、分かりやすかったですよ。あー、じゃあもう 5色の色の中から同じ色をパッて選ぶ感じで。あー、本当にそんな感じです。色当てゲームですね。色当てでかなりじゃあ自信のほどはあると。これは多分一番自信あるんじゃない。おー、いいですね。さあ川野さんも3ポイントですからね、やっぱり言葉の深み、説得力が違いますねあ、一応あの、はい、言葉の重みが少ない人たちの話もちょっと聞きたい。あ、本当ですか、聞きたいですか、はい、じゃあ黒人さんにもお話伺いましょうかね。はいはいはい、はい、今2ポイントということですが、はい、どうですか。いやね、食べてみたんですけど、はい、まあ、5社ともレトルトカレー社 の企業努力ってすごい企業努力がすごい美味しかったです、はい、まあ、全部美味しかったですね、はい、はい、で、これといってはもう、まあ、正直僕の感想を言うと、はい、あの舌触りで2つ消えるんですよ、はい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 、さっきもおっしゃっていたよ、うん、そう、違うものが消えて、はい、で、3社があったんですけど、はい、やっぱ甘みがめちゃ出てたんですよ。ほう、でその甘みが、僕ね、多分これもう当てちゃっていいですか。僕みんな書いてますよね、はい、僕ね、これ D がね、これボンカレーだと思うんですよ、はい、で、D のボンカレーの甘みじゃなかったんですよ。マジ、はい、で、僕はそれ最後それにしました。結構、僕も結構自信ありましたね、これは。ほうほう、最後、ふっと抜けると最後の甘みがブワーンって出てくるんで。ほう、え、D にしたんですか。じゃあ D じゃないです。D じゃないと、はい、はい、よかった、はい、いうことですね。いはい、はい、わかりました。じゃあ自信はあるということ。めちゃめちゃこれが一番わかりやすかった。なんだろう、牛丼の時鼻詰まってただけですね、やっぱね。まあなんかあの一応お話を伺ってる感じ、甘みの話はされてたんですけど、はい、ちょっと最後の着地点がよくわかんなくてD じゃないっていうところだけは、はい、伝わりました。そうです、ありがとうございます。さあ、そしてそのお隣、険しい表情のフードさん。1ポイントというちょっと苦戦気味ですが、どうですか。そうですね、 D だった場合どうしようかなってもしですよ、仮に、まあ、仮にね、自分が D だった場合どうしようかなっていうのを今すごい考えてた。まあ今までもありましたからね、誰も選んでないのが答えみたいなのはね、はい、まあちょっと楽しみにしてもらえたら、まああの、はい、まあ、2… あ、いや、合ってますよ。合ってますよね違う力がない力がないですね、はい、さあそして、もうここで、まあ、デッドアライブになってしまうジョビンさん、はい、どうですか、最終問題3ポイントです。ちょっとまあ発言権がないと思うんですけど、はい、ちょっと結果で示したいなと。まあ僕自信あるんです、今回実は。はい、まあそう、5回目ですね、そのお話を聞いたのね、はい、まあ、これかこれどっちかやなっていうのはまあ間違いなくあって、まあまあまあ、かなり絞れてはいると。で絞れ、うん、でも、はいはい、まあ間違いなく、はい、まあ、これ2つはもう間違いないけど、その中でも、まあ、これやなっていうのがあるんですけど、はい、まあ、4問の失敗で僕も不安、すごい不安。まあそうですよね、疑心暗鬼になっちゃいますよね。選んでない方はどっちなの、ちなみに2つのうちの選んだ方は言わなくていいけどああ、なるほど。あ、選んでないのは どれなの。あ、 A です。ああ、最後まで絞って結果選ばなかったのが A と。別にもう、あ、いいですよ。 A か C で悩んで C にしました。 A か C で悩んで C、はい、なるほど。じゃあ
さあ皆さんの、回答、ホワイトボードを上げていただきたいと思います。どうぞ。さあ最終戦 D C D C D。 おーっとー C と D だC と D。 さあそしてくしくもジョビン黒人がまた同じ1問目と同じように分かれましたね。これもうかダメか。そうですね、3ポイント2人が D なんですよ。俺とジョビンが一緒だったら良かったんだけど、はい、違うからジョビンかフード確定でしょ。そうですね。あ、そうだから黒人さん一番おいしいパターンです。そうだ、ロックいや何がやばいって今までこういうパターンで、はい、A か B だったことが何回もあったんで、確かに誰も分かってないものが、確かに A もあったんで、まあ確かに5択だもんね。そして黒人さんが、はい、あの D はね、 D はないって言いました。言ってましたね。 D はない。なのにそれで正解がそうでしたよね、うん、言った。そうでしたね。これは違うって言ったのが。ただ D はボンカレーです。だからボンカレーではなかった、最初から。なるほど。その理論なんて食ったことねえよ。後ろのスタッフちょっと笑ってましたよ、マジで。今ただね、これ3ポイント獲得してる2人がね、 D なんですよね。そうですよ、乗れるね、これは。そう、フードとしてはかなり乗れるという状況でしょう。さあ、それでは多分黒人さん、まあそうかもしれない。まあ俺悩んだら一応 A、C、D で悩んだ、一応ね、では気になる最終戦レトルトカレー。最初に皆さんが食べたカレーのお皿は D です。当たり前だろ。簡単すぎ。やった簡単すぎ。梅さん、ちなみに俺ら全部一緒っすよ。あ、本当だ、全部一緒。かも、今後もこれかも、うまい飯食おうな。わー、ぜひお願いします。梅田さん、俺一応3番目なんで。あ、さすがですね。ついてきてもらいます。まあさすがにこれは、うん、ジョビンゼロか。すごく分かりやすい問題だったしな、最後も。梅さん、最後も、うん、マスクは一応しなくて大丈夫。いや、マスク三重でちょっと、ちょっと穴という穴をちょっと塞いでもらって。はい、ということでですね、皆さんが食べた、カレーは D でございました。いいんじゃない、これからは。そうですね、まあ、ね、分かるわ。当たった皆様はね、もうさすがとしか言いようがない。梅原さん、分かりやすかったですか？え、すごく、すごく、はい、食べた瞬間、あ、はい、いいんだ、こんな簡単で。あ、なるほど、はい。そして川野さん、はい、まあ、かなりあの有言実行炸裂したかなというところで。まあでもちょっとこの後ですよね、はい、どうやってフォローしていこうかなって、はい、そうだよね、一番年下なんで、そこら辺はやっぱ気使わないといけないんで。まあそこはね、まあ冷えてましたよねとか、まあね、うん、そこを今すごい温度的なところとか、ね、味忘れちゃういろいろ、うん、時間もさ、だ僕も悪かったんですよ、なんか感想がどうとか言って、ね、ちょっと時間取っちゃったんで、うん、本当に申し訳なかったですね。ほんまにすいません、別に俺調子乗ってるわけじゃないんで、はい、調子乗ってないです。 C 何でしたっけ。あ、一応 A か C の2択だったし。 A か C の2択、なるほどね、はい。さあ、フードさん、はい、もう胸を張って家に帰れるんじゃないですか。一番好きな食べ物カレーなんですよね。なんでまあさすがにっていう感じで。カレーだけはね、まあ、でもこれはね、5択で当ててますから我が。まあそうですね、これ本物ですよ。ちゃんとちゃんと当ててますから、うん、5分の1で。やっぱちゃんと味わかる人は、まあ最後に味わかる人の問題来たかなみたいな。いや、でも唯一ちゃんと分かりやすいやつでしたもん。今までやっぱちょっとなんかズル多かったですもん、特徴ありましたよね。ラーメンとかちょっとな、確かに確かに、肉もちょっとズルかったし、これもすごいシンプルに、あのちゃんと出してきてくれた。確かに、これ当てます。まあ当てやすかったっていうか、まあ、ちゃんと舌を試す問題が最後にあったかな。ルールがしっかりしてましたね、うん、レギュレーションの問題でね。ちょっとありがとうございます。素晴らしかった、はい。そしてですね、ちょっとちっちゃくなってる方にもお話を伺いたい。お前間違えたやつ消さないよお前。恥ずかしくて。なんで消してんだか、これ楽しいって。はい、もう一回言ってください。 D はボンカレーなんでしたっけ。 D はボン、なんでしたっけ。 D ボンカレー。へぇ、甘み。 C がボンカレーなんじゃないですかこれ。いや、D はボンカレーだ。味わかんないでここまで太るんだから大したもんだよ。逆に才能あるんちゃうかな。まあ味しねえでバクバク食ってここまで来るんだから。いや、それはあのやっぱりちょっとやつ、後遺症っていうやつですかね。ちょっとやっぱダメージ食らったんで。それ言われたら何も見えないから。ただなんですよ、この企画、はい、かっこよく外しましたよ、僕も。え、
はい、これだけはないってやつが毎回正解だと思って確かにこれやっぱ毎回ファットがないのか確かにちょっと面食らいましたけど、ただドベ光る、ドベをね、はい、見つけるゲその企画じゃないですか。まあまあ、まあ、僕はドベではないですね。まあ確かに、いやしかもね、小藤さん、はい、いいとこあったんですよ。いいとこあった、あのステーキの、はい、あの A を当てた、はい、あの差しの入り方、はい、均等に入ってるっていうのはすごいそれっぽかった、はい、でしょ。そう、本当にそれっぽかったってなんですか。いやあれ、いやそれそれ、あ、言い当てた、言い当てた、言い当てたでしょ、うん、そう、それだったから。そう、そう、いいとこあった。そう、プラスありました、いいとこあった、参加してました、はい、ただね、参加してなかったやついますからね、はい、それそうですね、はい、負けたやつはね、ちゃんと払わなきゃいけないもんね、飯代もね、全然。そうそうそう、まあ、そうですね、ちょっとこの方にお話伺う、かわいそう、まあ、なんつうんですかね、結果発表いきましょうかね。そうですね、順位、ね、順位発表ですね。確かにな、はい、何点なんだろう、ないかな。そうですね、かなり接戦だったんですよね2時間超えてますもんね、もうね。あ、ちなみに、来ました、手元にですね、はい、カレーについての詳細来ました。はい、はい、A がジャワカレー、はい、B が、銀座カレーですかね、はい、C がククレカレー、はい、そして、D がカリーヤカレーそして、E がカレー曜日ということで、ボンカレーはございませんございませんねこれはスタッフのミスとかじゃないですよね、大丈夫ですか。またボンカレーだった可能性あるんじゃないですか、はい、もう、だって。うーん、そうですね、いや、ないですね、ボンカレーはない。じゃないか、ないってことで、はい、じゃあないな、じゃあないですね、ないですね。どういうことだろう。いや、その、わざわざ死体切りする必要ありますか。いや、今手元に資料が速報でこう、はい、差し込まれたんで読ませていただいた形で。その言う前に先に教えてくれればこっちもね、言わなかったりするんですけど。はい、いやでも国人さんのその、なんていうんですかね、踏み込みの深い感じはすごい良かったと思う。まあ、当たったらね、かっこいいかもしれない。当たった時のリターンがでかいから、ね、リターンが確かに、そうですね、リスクもでかいぞ、リスクもでかいリスクもでかいぞ一切ボンバーなかった。すいません、実は当たらない、すいません、ほんとに。はい、それではですね、長くお付き合いいただきました味覚王もついに準備が、あ、準備じゃない、順位が、整いました、こちら順位出ましたので、まず味覚王となった方、本日2名に味覚王が誕生しました。お、まずは梅原さん、そして川野さんでーす。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、お二人、まあさすがの6ポイントゲットということで、まあじゃあ川野さんからですね、まあ最年少でやっぱ経験値がね、はい、少ないっていう不安視された中でのこの味覚をどうですか、今のお気持ち。そうですね、まあなんか結構喜びはどっちかというと薄い、はい、薄いっていうのも簡単だったから、はい、簡単、それはそうですね、だからどうしても薄くなっちゃうんですけど、はいはいはい、やっぱこの優勝ってのはやっぱ嬉しいんで。まあそうですね、負けた人もいるんでやっぱり勝った人は喜ぶべきと。そうですね、だからやっぱ最近フードさんとかよくご飯の感想ツイートとか、あ、はいはいはい、ジョビンさんもなんかインスタのストーリーで焼肉とか、はいはいはい、まあ、黒人さんはまあ ジローとか、はい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 、ジローとか、かわいいなと思って、かわいいなとね、みんなね見ようと思います。食べてジローバカです、はい、ジローバカですね、ありがとうございます。めちゃめちゃさすがでした。堂々の6ポイント味覚王川野選手です。いやでもこれはすごい、おめでとう。さあそしてもう一人味覚王に輝いた梅原さん、はい、まあ、あの何ですか、初めに言ってた上短賞と特上短賞の話、はい、ようやく誤解が解けたかな、そうですね、ってもらえるのかな、それ本当嬉しい、うん、それが本当に一番嬉しいです。そうですね、はい、まあ、元はといえばそのなんかね話を払拭するために生まれたような企画でもありますからね、ね、はい、だからまあちょっと途中でね、うん、そんなに言われると、うん、本当にもしかして俺の下っておかしいのかな、まあ確かに、うん、疑った時もありましたよ、うん、はいはいはい、そりゃそうですよねありました、うん、でもやっぱり今日こうやって証明されて、まあ、1万人の前でね証明しました、証明しましたからね、はいはい、なのでそれは本当に良かったです、嬉しいです。やっぱりあのラーメン早く食えるとか、うん、やっぱみんなに言うたびに疑われて、その都度こうして企画で証明 し続けている。そうなんですよ、やっぱね味覚結構疑われてたんですよ、はい、はいはいはい、あの本当にもうその視聴者もやっぱこの、ね、話を信じちゃう、まあ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 、いやそんなことないはずなんだと、はいでもちょっと不安になる時もあって、うん、ちょ今日はねいつにも増してナーバスだったような印象もありまして、本当に脱獄した時ぐらい嬉しい脱獄したことあるそれぐらいの回答、まあ、それぐらいね、はい、してねえぞ、この暗いトンネルを抜けたような、はい、そうです、はい、見事味覚王梅原さんでした。すごい、ありがとうございます。
さあそして、ここからは、第3位ですね、うん、2人、味覚王なので、うん、第3位に輝いたのはフードさんです。いや、フードさんかなり背負ってるものが多い中でのこの味覚王参戦、そうですね、プレッシャーあったかと思うんですが、相当心臓がドキドキしてたんですよ。これ黒人さんに触ってもらおうかなと思ってたちょっとやばくないですかみたいな感じで、その最後のカレーの時に、うん、けどやっぱなんかね、まあ元々ねそんなね、はい、美食家って売ってるわけでもなくて、まあまあまあ、別に味オンチって売ってるわけじゃなかったんで、はい、まあ、3位ってちょうど真ん中じゃないですか、まあそうですね、だからまあ、うん、まあここだよねっていう、まあまあ、まあそうだよねっていう感じで落ち着けてよかったなとは思うんですけど、うん、まあ、本当ビリーじゃなくてよかった。ビリーっていうかまあなんか、ね、肉当ててるだけの人もいますけど。まあまあまあ。しかも知識ですからね、あれ。あれしかもただの二択っすから。強そうなこと言って当たっただけかもしれないですけど。まあ五択最後当てれてよかったなっ。そうですね。まああとは結構そのね、料理してないとわからないような、はい、まあ知識の部分、経験の部分を語られて、それにもね説得力今後出ますからね。あ、そうですね。あ、よかったです、はい、発言権が今後も残ってよかったなと思います、はい、まあ、ありがとうございます。もう個人配信等々でもねしっかり発言していただいて、はい、よろしくお願いします。おめでとうございます。さあ、フードさん堂々の第3位ですね。さあそして第4位が、黒人さん。はい、ありがとうございます。はい、まあちょっと、まあ、ギリギリというところも黒人さんあったと思うんですけど。そうですね、もう鼻差でこう抜かしただけなんですけど、はい、ただ思ったのが僕目で食べてたんでしょうね今まで。その目隠しされたやつだけやったら難しかった。ああなるほどね、視覚を奪われた時きつかった。はい、それが今まで多分僕が食事は全部目で食ってたんだなって気がしてきました、ね、だから、はいはい、俺の舌ってやっぱ、まあ、バカって言わざるを得ないですよねこれね。結果が4位ですよね。そうですね、まあただ黒人さん、はい、また次があったらリベンジの機会あると思う。いや、もちろんです、はい、ぜひ使用したいと思います。多分これはルールというかレギュレーションによって結構勝つ人が変わりそうな気もするんで。そうですね、はい、はい、その辺ですね。ただもう僕もでも一からまたちょっと吉野家から始めていこうかな。そうですね、吉野家からまたジャンプフードでちょっと一から勉強しようかな。ちょっと小金が入ってるからってうまいもん食いすぎましたね。そうですね、そういうことじゃねえのと、はい、味って違うんだなって、はい、ちゃんと違う感じながら参りたいと思います。はい、ありがとうございました。ただ見事な生還ですからね。そうですね、はい、一応なんとか。いや、おめでとうございます。おめでとうございます。発言権は奪われてません。よかった、素晴らしい、はい、素晴らしい。攻める姿勢は良かったと思います。さあそして、本日ですね、今後まあ日本の格闘ゲーム界では発言権は未来永劫剥奪でいいですか。ないですね、剥奪された方が、いらっしゃいます。堂々のゼロポイント、はい、ジョミンさんでーす。全外れだ、全外れ、すごいな、圧倒的、逆にすごくないですか。桃って全外れ。しかも2択問題もあったんですよ。そう、すごい、2回やったか、2択1回か、2回すっご、すご、全外れ。これはすごい、まあ、完全試合ですよね。抜かれない、何回この後やってるの抜かれない。電動入りで大丈夫です。全部外さないけど、はい、難しい。これはもう SNS で食べ物とか載せたらダメなんですか。まあ、それは自由ですけど、そこに何か書くことは許さないです。メーカーは書かないほうがいいかもしれない。あ、メーカーはやめたほうがいい。あっちから撃たれるよ、美味しかったって言われたらどういうことだって言って撃たれる。企業さんから撃たれる。今後僕何を食べていけばいいんですかね。僕もうプロテイン一択でいいんじゃないですか。それも多分疑わしいと思いますよ、リスナー。よく聞かれるんですよ、ジョミーさん、はい、おすすめのプロテイン教えてください、はいはいはい、美味しいプロテイン教えてくださいって、うん、あ、だから味じゃねえっつって。誰が買います、僕がこれ美味しい言う。いや、美味しいとか言っちゃダメじゃないですか。そうそう、これ筋肉にいいよっつって。タンパク質の量とかだけで言うしか、数字で味は分からんって言います。じゃあ、まあ、はい、全部無味って言います。味は全部無味ではない、全部無味です。甘そう、そういう。そうですね、これはちょっとね、やっぱり何が良かったとかないんですよね、ジョビンさんに関しては。いや、でも僕自信はね、伺えたんですけど。そう、全部外れてますもんね。全部綺麗に外してるんで。そうなんですよ、ね、まあ、でも首もね、痛いし。確かに。それからやっぱり。あ、そっか、首痛い。服とか脱いだ方がいいんじゃないですか、なんかちょっと。確かに。痛そうさ、スポンサーちょっと申し訳ないかもしれない。そっか、上がちょっとやっぱ違う、うん、あんまり。キリンとか、キリンビバレッジって書いてあるのか、それ。
美味しいですよ。ケイさんの商品。美味しいって言っちゃダメ。すっごいいいですよ。飲みやすいとかの方がいいかもしれない。飲みやすい。喉越しが。喉越しはいい。生茶とかすっごい美味しい。いや美味しいって言っちゃダメ。飲みやすいがいい。飲みやすい。無味ですけど。味は無味ですけど、すごい飲みやすくていいですよ。そう、それが言いたかった。温度しか分かんない。冷やしたらすごい冷たい。冷たさがいいですよ。生茶は本当冷たい。そいつの加減だろ。はい、ということで、まあ、ちょっとですね、やっぱりまあわね、最下位を取ったらどうなるかっていうのは皆さん覚悟の上で臨んでいただいたと思うんですけど、そうですね、やっぱりゼロポイントっていうのはちょっとこれ衝撃の結末で、もうちょっと僕からもかける言葉は難しいんですけど、梅原さん主催として、はい、まあ、このジョビンさんのゼロポイントについてはどういうふうな処置を施しますかね。いや傷ついてます。あ、そっか、はい、そうですよね、最初ね、まあ、あんなこと言われて、はい、そうですね、はい、もうなんか、結構多分食わしてるんですよ。そうですよね、面倒見てますよね、はい、はい、あ、嬉しいな、梅さん、美味しいご飯食べるのが一番美味しいかもしれないですわって言われて、あ、はいはいはい、そうなんだ、素直だからね、うん、自分じゃ食べれないんで、はい、あ、美味しいな、美味しいなって言ってたんですけど、はい、全部無駄金だったんだなって。あれ全部無味でした、あれも全く無味、何の味もせんなと思ってたんですよ、あの時も。一応言っとこうと思って、美味しい、すごい無駄遣いさせられてたんだなって、はいはいはい、悲しかったですね。まあそうですよね、そのね、なんなら上端章、特上端章の事件でも、はい、まあ当事者だったっていうことで、ね、あれもね、美味しい鬼だったんですけどね、うん、超えてきたとかって、初めはね嬉しそうに言ってた。俺が言ったんちゃうかな、あれ。俺が言ったんちゃうかな、あれ。まあこれはね、まあ、ただ出てしまった事実に関しては覆すことがやっぱりできないということですよね、梅原さん。まあでもそうですね、でもあのね、よく国人さんもあの人狼とか主催してて、はい、こいつは絶対呼ぶみたいな、はいはいはい、逆に呼ぶみたいな、はいはいはい、まあ、その枠だし、はい、まあ、彼も結局、ね、これに関してはそっち側なんだろう、まあ、そうですね、呼ばれちゃう、確かに確かに、検事とか、はいはいはい、ごからみたいなこと言ってますからね、もう一回チャンス欲しいです、梅さん。しばらくはもうプロテイン飲みで行きますけど、食事はキキプロテインで、プロテイン飲みで行きますけど、もう一回チャンスくれません、これ。いや、ただ梅原さん、実際問題として、はいはいはい、まあ、今回もね、他にも参加したかったっていう方多かったんじゃないですか。そうですね、うん、やっぱりこうグルメ、自称グルメはやっぱどうにもいますから、はいはい、まあ、出たいっていう人はいるでしょうね、うん、全然これは面白かったたので、いや面白いですね、これ、で食べるもの変えれば全然、うん、ね、確かに全然違った刺激もあると思う、うん、これはなんかまたやってもいい企画なんじゃないかなって、ね、次回もありそうですか、はい、まあ、スタッフさんはめちゃくちゃ大変そうですけど、はい、確かに、まあ、そこもね、上手に回を重ねればね、オペレーションも良くなっていくかと思いますので、はい、じゃあ、まあ次回にも期待して、はい、よろしくお願いいたしますということでですね、まあ、あっという間でありましたが、本日の味覚王はもう終了のお時間となりました、最後にですね、まあ、結果はともかくとして、今回のこの味覚王という企画について皆様の感想をいただければと思います。フードさんからお願いします。そうですね、はい、すげえ怖い企画だなと思って参加したんですけど、はい、まあ、やっぱ怖かったなという、うん、けどなんか参加して楽しかったなっていう感じで、うん、まあ、ほっとしてますね、本当にね。けど、もし次会ったら、全然参加して、またこのヒリヒリ感全然味わってない。マジで、始まる前に全然喋らないですよ。いや、だから結構好きなんだと思う。この追い詰められてる感じ。うん、なんかあんま味わえないよね。あんま味わえないんで、すごいそういうのも込みで楽しかったなと思います。はい、ありがとうございます、久保さん。はい、そして、ウベニさん、いかがでしたか。はい、そうですね、僕はちょっとドベだ、ドベっていうか、ブービーだった。まあ、ドベみたいなもんですよ。まあ、ボみたいなもんだったんですけど、実質ドベだ。そうなんです、喋らせて。なんですかね、思った以上に僕は結構グルメだと思ってたんですね。したら、うん、思った以上に難しかったですね。こう、よくテレビとかあるやつを僕が初めてやったわけなんですけど、はい、
全然一緒にこういつも食べてる感覚と違って、うんうん、本当難しかったんで、うん、もあのこれから来たいとかやりたいって人は、うん、舐めてると結構やられると思います。なるほど。はい、なんかプレッシャーも結構感じましたし、はい、やっぱドベになるとああなるわけじゃないですか。まあそうですね。ああなったらもうおしまいですよ。プロテイン1本ですからね。プロテイン1本ですから、ね、食事が3食プロテインですから。3食プロテインが必要と思うんでね、はい、なんとか僕は生還できたんですけど、はい、まあ、次回あったらまた呼んでいただけたらと思います。本当に楽しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあじゃあそして梅原さんは最後ということで、ジョビンさんいかがでしたか。まあとりあえず PCR 検査受けてみようかなと思ってました。まあ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 、はい、とりあえず受けてくるんですけど、そうですね、はい、まあ、ちょっともう一度チャンス欲しいなって。まあそうですよね、月に1回ぐらいこういう企画もあっていいのかなって一応多いかもしれないですけど、はい、思ってます僕は。まあでもね、これじゃあ終われないですよね、はい、ジョビンさんとしては。そうですね、ちょっとやっと分かってきた感じだったんで、そのルールとかもよく分かってなかったんです最初の。なんか頭真っ白な状態でやってたんで適当になんか書いてた感じありました。やっと分かってきた矢先に終わっちゃったんで。ジョビンさん、この前のアマンガスでもその同じこと言ってませんでした。あれ最後やっと分かったんですけど、国民さんと変わるのに裏切られて、はい、そうですね、結構知りましたけど、はい、まあまた次回あったらね、はい、はい、お願いします。梅さん呼んでください。考えます。食事会もね、考えます。食事会、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。梅さんです。まあそして、河野さんいかがでしたか。そうですね、まあ、うん、食べることを怖いと思ったのは人生で初めてでしたね。確かに。そうですね、楽しい時間のはずが。そうですね、まあでも結果終わってみたら、うん、やっぱ楽しい時間で、うん、でまあ結果見る感じで、あ、うん、これから多分俺梅原さんと2人で楽しくご飯食べれるんやなって、うんうん、ね、自信を持って。そうですね、そうですね、呼んでね、これからも2人でご飯行きましょう。行こう、行きましょう。呼んでね、楽しみっす。呼んでね、楽しみ。呼んでね、はい、ということで河野さんでした、ありがとうございます。ね、さあそして、まあ、梅原さんにも改めてですね、まあ、今回の企画総評と、まあ、最後の締めの言葉もお願いいたします。そうですね、あの、面白くなるかなって最初その企画を考えた時には思ったんですけど、うん、やっぱそのやるっていうのが近づいていくにつれて、まあ本当に面白くなるのかどうかって分かんないじゃないですか、うんうん、ただまあ実際こう当日やってみて、あ、これ面白いなと、うん、これいいあのコンテンツだなと思ったんで、うん、それはすごい大きな発見でしたね、うん、でまあうーん、俺はでも正直その次やる時は、うん、今回そのなんか特にこっちの方は俺あんまり信用がなかったんで、伝えに関しては、はいはいはい、だからあのなんか参加したくないですよね、そのなんかこうガチ勢入れてきたらね、こういう目に遭うじゃないですか僕は。あ、まあ余裕で明日は我が身ですからね。そうそう、余裕で明日は我が身なんで、はい、あのこういや初代チャンピオンということで、確かに確かに、これ逃げるんですか。あ、こっちがこの横に来るみたいな。解説者、解説者の方がだってね、いや、1回ぐらいじゃちょっと1万人許さないと思います。さすがに3連続とかあったらね、自然通りとかだったかもしれないんで、本当にこれはもうね、うん、リスクがあるんで。確かに、はい、ただ格ゲー界結構ね、美食気取ってる方々多いですね、いらっしゃいますよね。多いです。なんでまあその辺を暴くっていうのは一つこの番組の使命なのかも。ちょっと怖くもありますけどね。まあそうですね、だって長年の嘘がバレる。嘘ついてるつもりはないんでしょうけど、嘘の可能性があるわけじゃない。確かにそのそれ怖くないですか。アイデンティティに近いものは壊れちゃうとね。そうなんですよ、よくない、それが怖いんで結構危ない企画だなとも思ってるんですけど、はい、確かに確かに、はい、まあ、ちょっとその辺は上手に人選していただいて、はい、よろしくお願いします。わかりました。はい、ということでですね、今後とも BCB の方よろしくお願いいたします。そして、本日、22時までの、予定でですね、進行させていただきましたが、ちょっと盛り上がりすぎまして30分ほど押してしまいました。皆さん長時間のご視聴、お付き合いいただきありがとうございました。司会進行は私 R が務めさせていただきました。またですね、第2回あったら、このメンバープラスアルファになるのか、それとも新しいメンバーが入るのか分かりませんが、ぜひですね、また楽しい企画をよろしくお願いします。それでは本日はありがとうございました。